はい皆さんこんばんは和 a ですおはようございますえー、2018年3月の10日夜中の1時3分です早いね常寂ちゃんいらっしゃい早いねさすがの出席率だねおはようおはよううさんどうもおはようございますおはよう あゆり、こんばんは。おい、みすけ、わどつ。みすけ、ありがとうね、届いたよ。みすけ、ありがとう、う届いたよ。ありがとうね。聖座で待ってた。和道リスナーの鏡だね。素晴らしいね。聖座で待つの基本だから、基本。えらいえらい。 っていうかさ俺さ七原くん見たことないって言ってたじゃん七原くんってニコ生ですごい人気の生主がいるんだけど七原くん見たことないって言ってたじゃん俺この子面白いなと思って見てたのが七原だったんだけど <laughs> なんか七原くんだって知らなくてでこの人面白いニコ生生主いるなと思って見てたのが いや、これ、七原くんじゃんって思ってびっくりした。面白いね、七原くんね。いや、彼はファンができるのもよくわかるわ。七原くん面白い。あれはレベル高いなすげえやつ現れたな。いまぁ、あ、今更かよっていう感じかもしんないけど。みんなからしたら。あれは王手になるわ。あれはなんか、いや、七原面白いね、七原くんね。あんなに面白いと思わなかった。 すっごいスキル高い。七原くんいいよ。七原くん最高だよ。ボケをいらっしゃい。あれは天下取るわ。トークスキル半端じゃないもん。あそこまで行くとプロだな。なんか天然っぽく見せてるけど、まあ、あそこまで行ったらプロだわ。エンターテイナーだなよ。ジャンルが全然違うけど。 すげえと思ったあれはあれは面白いあそうなんだ立ち見 F っていうことはえっ、ー、と ABCDEF6、えー、だから73500人か行くな。 行くな、それはあれは行くわあれは面白い行く理由が分かるはいこんばんは水之虫さんいらっしゃい5千五万個目すげえなー あれは天性だねまだあんなやつが生まれてくるんだね配信会も希望があるよねまだあんなキャラクターが生まれてくるんだもん髪型今日はジェル塗ってるだけだよ、うん、おでこ出してみた大体セットするとこういう感じになる 似合う。デコ全開スタイル。前からデコは出してたんだけど最近出してなかったね。うん、ハゲを隠さないっていうそのなんつうのロバート・デ・ニーロじゃなくてなんだっけブルース・ウィリススタイルだね。ハゲを生かす。いや俺結構デコ全開派だよ。 ハゲてるのなんか怖くねえよっていうハゲを受け入れた男のこれ最終形態だよディレクターっぽい <laughs> 何ディレクターっぽいってまあただ髪の毛セットしてるだけだね今日は風呂上がりにたまには髪の毛でもセットしてみるかと思って。 でドライヤーかけてヒゲも剃って妖怪人風かなそうかなあんまりそういうのは意識してないけど俺はもう子供の頃からジェルしか使えないんだよねあとありがとう よりありがとう。 こんばんばはミコさんありがとう。風サありがとう。パンさんこんばんは。よろしく。モグモグありがとう、ユーリ。バーガーありがとう。 はい何で笑ってんの開封枠まだやってないねいや中身が分かんないからねまあね今ねみーすけいるからね開けてもいいかなみーすけがいるんだったらいやこれ中身なんだ何だと思う箱だけじゃ分かんないよねなんだと思うこれ、うん、結構重たくてでかいんだけど何だろうな ありがたいよね、うん、なんで心苦しいの？風船ありがとうなんで心苦しいのみずけなんで、うん、<laughs> なんで心苦しいのかちょっとわかんねーわ。 無理くりネタにしてもらって <laughs> やめてそういうなんかそういうのやめて <laughs> そういうのやめてほしい、うん、いや嬉しい本当にありがとうねみーすけいやこういうの愛情を感じるんだよ放送のことよく見てるなと思ってただ箱の中身は分かんないけど <laughs> 釈迦とおペコのこと考えてくれてるんだな っていう放送のこと見てくれてるんだなーって愛されてるなーって箱の中身は分かんないけどねありがとね来年開けるから <laughs> 来年開封するからいや超嬉しいよ本当に愛されてるよ かかったんじゃないの、これ。寒、う、い、ん、いいやつだよね、これ。シャープって書いてあるもん。これ高いやつでしょう。ねえ。<laughs> なかなかね、いいボケがないんだよね。 ニコ生だとちゃんとコ,コメント欄でボケてくれるんだけどリスナーがなかなかねフワッチの人はマジレスしかしないからねやりづらいんだ、うん、子猫じゃないかなって言ってくれた人いるけど <laughs> 子猫が入ってるんだよって言ってくれた人いるなかなかやっぱピュアミンが多いからフワッチは。 飲ん帰ってきてないどころか電話が鳴りっぱなしだねえ。鬼伝されてる。当たるどうなの最近調子。なんか YouTube でブレイクしたらしいじゃん。ユーチ YouTube でブレイクしたんでしょ当たる。どうなの広告料上がったでしょ最近。先月。先月の後半、広告料跳ね上がったでしょ あ5万いくいいねいいねいや YouTube の収入は硬いよ俺5万いかないもん今そこ強いよな俺当たるの YouTuber はすげえセンス感じたんだよねヒカルモーランドさんいらっしゃいいやあのね俺ねあのヒカルあんま好きじゃないんだよねあチャンネル登録数が5万いくのあすごいね へーあそれはすごいわいや今のご時世でチャンネル登録5万は結構でかいと思うよ10万いったらあの銀の盾入るでしょもうあと折り返してんだへえ<ー>っていうか生主やめてそっち側専念した方がいいんじゃないのまあニコ生好きなんだろうね確かあれでしょ石野がファンなんだよね石野が普通に当たるのファンじゃなかったっけ 知ってたアタル石野がファンなの知ってた石野と交流あるなんかアたるのこと生主だって知らなくて面白いって言って登録してたらしいよ初期組だよ多分石野うん確か石野石野石野康介だいぶ何年前にやってた YouTube なんか面白いユーチューバーがいるってプライベートで聞いたもん俺ていうかね俺ねあのねあの金髪の起業家光っていうので知ってたから実はねそのユーチューバーとしての光じゃなくてあの情報商材やってた頃の光を知ってるからあ聞いたことないかまあまあいいや ただ飯食うだけっていうのは斬新だよなただ飯食うだけ意外と見れるからね5万はでけえなあ,あえて語らないっていうのもいいかもしれないよな あと柴田が天才だなな思うなやっぱり柴田が編集かまさないで5分間喋りきるっていうあの作業効率に特化したっていうのはあいつ天才だよねキャラ映えもいいっていうのもいろいろあるんだけど発想が天才だなと思ったあんだけ編集に凝るのにみんなテクニックで勝負しない配信者とか YouTuber とか だんだん出てきて好きだねそういう傾向にあんのまあ俺はもう少し生主を楽しみたいかな。 LINE が起動してないなもしもしああどうもこんにちは誰卵味噌です卵味噌かうん元気元気だよ元気かうんちょっとあのー、風の噂で聞いたんだけどさうんのんちゃんと別れたのお前コメント打ってたじゃねえかよ風の噂じゃなくてがっつり見てたじゃんいやあのあと寝たんだ俺 いいやいや,いや知ってるよね噂じゃなくて知ってて言ったよねうんうん知ってて言ったけど別れたのいや恋愛禁止だからねあ恋愛禁止だったのいやなったっつうかもともともう恋愛禁止みたいなところあるから俺はい,やい,いつからっていうかさあの凸かけるときさ声が遠いんだって卵味噌みそもうそれどうにかなんないの異常に卵味噌だけ声が遠いんだってああ聞,こ聞こえる聞こえる うん、声が遠いんだよお前ごめんね。うん。な何な,なんだよ。ね、だ心配なったんだよ。のんちゃんと別れたって言ったから、一人でな、寂しくやってんのかなと思って心配なったんだよ。お前,お前に何が分かんだよ、お前。めちゃめちゃ寂しいぞ。<laughs> <laughs> お前に何が分かんだよ。寂しいの寂しいだろ、お前。めちゃめちゃ寂しいわ。じゃあこれから毎日僕が電話してあげる。 ね、えうん、うん、ていうかさお前さちょっとさあぐらかいてないなんか花火師がついてさお前さ配信者としてさ閲覧伸ばそうとかそういうのはないのいや、うん、だから俺チャリタケするんだよ4月1日からいやいや,いや今の現状で雑談でお客さんが少数に囲われてて悔しくないのかって聞いてんの花火師がいることはいいかもしんないけどそれで腐っていった生主、うん、腐るほどいるぞ。 で俺どうすればいいのじゃど,どうすればいいと思ってんだよ。閲覧を何伸ばせってこと言ってんのワドは。ゃゃ閲覧がえつはいらないっていうことそんな20人とか30人とかに囲まれて花火いっぱいもらってちょっと満足してる自分がいるんじゃないのしてない俺はもっと上に行きたいよ俺は。じゃなんでそんなさダラ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 さした配信でさ<ん>満足してんの しかも狐枠で2 3 0人って多分なんだけど通常枠だったら7人とか8人しかいないよいやあのー、20人以上来ちゃうんですよ通常枠でもうんな何それでいいのしかも俺ドラミの放送見てたけど何あれ何何あれあれ面白いと思ってんのお前いやな面白いとかじゃないじゃん,なん面白いとかじゃないからお前は配信者としてダメなんじゃないの 常に面白いことやらないと、配信なんかやるなよって。<laughs> なんで説教されてんの俺、いやいや、心配かけてんの違うの違うの,違うのいやいや、人の心配してる前に、自分の配信の心配した方がいいんじゃないのいや、俺は別れたって、配信とかじゃなくて別れたって聞いたからね、寂しいのかなと思って。いや、寂しいよ。うん。寂しいよ。寂しいでしょ寂しいよ。うん。うん 俺はまったりゆっくりやっていくよ焦らずにうん焦ってねえの俺うん俺は焦ってないよだって俺より2個も年上なんだようん俺そんな焦りはないよマジか本当にうん何将来何になりたいの俺うん俺ファンタジスタはっ お将来はずっとこのままバカをやり尽くしたいと思ってるよ。それファンタジスタっていうのそう、ファンタジスタっていうの。頭の中ファンタジーで生きていきたいってことだから。うん,うん。w a はずっとあれなの配信でやっていくんでしょいや、俺ファンタジスタになりたいけど。ワドもファンタジスタになりたいのそうだよ。<laughs> <laughs> 知らなかったの知らなかったよ。 いや俺ずーっともう3年前からファンタジスタ目指してるけど。あそうだったの？そうだよ。先輩じゃんじゃあ。<laughs> <laughs> ファンタジスタの先輩？そうだよ。あそうだったの？そうだよ。じゃ分かんないことあったらファンタジーについてちょっと教えてほしいんだけど。ダメだよお前の方が花火上がってんだから。いや花火関係ないよだって。ねいやいやいや。あいや。っていうかお前あれだろう正直言えよ。 うん、お俺と絡んでからお前花火上がってるだろうん俺のアンチ取り込んだろ取り込んでないってええ正直言えよう正直俺と絡んでから花火上がるようになったよなうんそれは否定できないかもしれないもしかするとあはっきり言っといてやろうか、うん、何がやばいってそいつらすぐあげるよ そいつらものの2か月で手のひら返すからなああそうなんだそうだから焦ろって言ってんだよそいつらの手のひらの返し方半端じゃないからああそういうことねそううん分かったいいの2か月後自利品になるよいや俺はやっていくよやっていくの大丈夫生き残れんの うん、生き残れるよ俺はそ,うそうかそうかそうか、ん、まあまあいいわ、うん、じゃああの俺は捨てロ遠くから応援してるからうんうん、うん、あっ遠くうん遠くから来ないのだって夏でしょあれ開催6月俺暑いのダメだもんだって死んじゃうもんああそううんうん行きたいけどねチケットもう手に入んないよ 完完売売しししたんでしょ完売した10分で完売すげえよな、うん、前回よりも早かった捨て頃にさ出る俺どう思うの、うん、いやすげえと思うよやっぱりえお前俺のことや,られてやっぱ好きなんじゃないのいやいや,やられてほしいと思ってるよいや捨て頃に出るお前すげえって言ったのってファンってことでしょ好きだろお前俺のことうん <laughs> いや大嫌いです大嫌いなのか <laughs> うんうん,うんうん 東京に行くからさ。いやと,ところで彼女いんの？いないよ彼女。彼女いない気も…なん？彼女いないくせに何何が俺の何がわかんねえお前。<laughs> お前俺の何がわかんねえ。<laughs> やハハハじゃねえよ。<laughs> 彼女がいないやつにね、彼女を失ったやつの気持ちなんかわかるわけねえだろいや一人になったんだなと思ってさ、俺と同じね。いやだから何がわかんねえお前に俺の。わかる。寂しさわかるよ。 一人の寂しさお前妹いるだろう家族いるだろう。うん。お前に俺の何がわかんだよ。なんで千葉スタイルあるだろう <laughs> うるせえよ <laughs> プロ歴史の名前出すんじゃねえよ <laughs> うるせえよ <laughs> うるせえよじゃあ最後に唐揚げの歌歌って唐揚げ本当に大好き、うん、だんだん飽きてきたな ちょっと突出ないようにしようかだんだん飽きてきたわはい,いいらっしゃいりこリコさんハートありがとうポ,ポイポニーさんいらっしゃいポイポニさんいらっしゃい だだんだん飽きてきてたわ最初の頃の方が面白かったわヒカキンモーランさんいらっしゃいヒカキンあんま好きじゃない瀬戸康二が好きだね鮮度の切れ目が円の切れ目こんばんはそうですねちょっと落ち目っすね手がね花火が上がりすぎて囲われすぎあいつは閲覧少ないのに花火師が多すぎる だからどん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 ね芸風が腐っていってんだよ芸風が、うん、やっぱねあれだよちょっとね足りないぐらいが一番いいんだよ、うん、い,いいんじゃないいいやよいいと思うよ胸焼けするよねちょっとね、うん、デビューの仕方良かったんだけどなんか解放と同じパターンな気がしてきたねキャラが死んだっていうか囲いが囲いが殺しちゃうんだよ 囲いが面白い生主を殺す典型例だと思う、うん、まだ好きなのって誰のことはいエンビーこんばんは、うん、瀬戸康二が好きだね YouTuber はあと実はジョーブログは結構初期の頃から5万人ぐらいの頃から見てる ジョーブログは伸びると思ったねまさかあんなねボクシングで伸びると思わなかったけどっていうかすごくないみんな手に入った捨て頃やばいよ捨て頃10分で完売だってみんな手に入った大丈夫もう手に入んないってよなんか朝起きたら LINE が手に入らなかった人と手に入れた人がもう連絡がすごかったよ 買えなかったのみーすけ。え、並んだ多分ね、油断して並ばなかったパターンだと思うんだよね。だから言ったじゃん。言った通りでしょ。絶対、あの、売れるよって。多分ね、これ油断パターンなんだよ。そう。前回もそうだったの。いや、なんだかんだ3日ぐらい売れないっしょって言って、手に入んなかったパターンの人が結構いたで、来た,来たらわかるけど、絶対、だっていうかね、 前回来た人がもうすげえ楽しすぎて絶対もう一回来るって言ってたもん売れないはずがないんだよライバルが多いから並んだちゃんとみんすけ多分ね並ばなかったパティーンだと思うんだよねすげえよな10分で300席ソールドアウトだもんな 当日券ね、ぶっちゃけた話入れるよね。<laughs> ぶっちゃけた話すると当日券みんな買わないじゃん。あの、当日立ち見だったら紛れ込むことできるよ。みーすけ。当日券絶対ね、取りに来ないから。おお、ドラミーいらっしゃい。わ、ま、たつ。ああ、時間的に無理だったんだ。まあ、しょうがないね。 しょうがないね残念だねドラミちゃんね美人だよね卵味噌と絡まない方がいいよドラミちゃん卵味噌とから今日髪型とか今日はセットしてるだけこんな感じ あのジェルでオールバックっつうかちょっとこうグッと後ろに持ってって昔はこの髪型だったんだけどドラミちゃんぶっちゃけた話だよぶっちゃけた話卵味噌と俺2人しか男がいないっつったらどっち選ぶ世の中に世の中に卵味噌と和道しかいないって言ったらどっちの男を選ぶか教えて いやもうこれ究極いや噛んでいいよ噛んでいいよもうフィーリングでいいフィーリングでもう二人しかいないの卵味噌と俺しかいないのでドラミちゃんしかいないの人類がでどっちかとしかもう,こうパートナーになれないってなったらどっちがいい玉ちゃんかお前面白くねえな空気読めない系かダメだうん ただの可愛いだけの女だったただの可愛いだけの面白くない生虫だったタバコみそめちゃめちゃ喜んでる <laughs> うっせえこいつ <laughs> うっせえな うん、うっぜうっぜこいつこいつうぜマジでああここで和道さんかなって言ってくれたらね1週間は引っ張れるネタができたのにねネタが潰れたよしょうもない どうもたい決めたもう卵味噌東京に来ても俺合わないことでしょ卵味噌が新宿にいる時俺逃げようどっかのゲームセンターかなんかで時間潰そうエスケープするわ 絡んでやろうと思ったけどはいわずつ。 そらさんいらっしゃいはいワードツーっていうかねボクシング始めてからねちょっとねやっぱね手とか手とか指とかリストこっから上が痛いもうずーっときしむんだけどこれ体に悪いな あ,あねもうピリ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 神経が痛いのこっから先上ダメだわなんだろうな LINE だはいアドツードつゲスクマさんいらっしゃいちょっと待って LINE かかってきたなもし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 お名前どうぞ匿名さんですかはい匿名です匿名さんどうしたの えっと…うん、恋愛禁止ってことなんですけど、うん、恋愛禁止だよ和道の枠はセフレはありなんですか愛のないセックスはオッケーだようん、うん、愛のないセックスはリスナーが許すって言ってるねただ誰かを、うん、誰かを好きになったらダメなの、うん、俺の枠はもううんうん わかる。じゃあ、のんちゃんは。<laughs> 匿名じゃねえの <laughs>。え、な<何>に。のんちゃん。のんちゃんは、あれだよ、もう、本当に。うん、うん、うん、なに、のんちゃんはって。のんちゃんは、セフレになれんの。のんちゃんセフレになりたいの。うん。いや、うーん。 うんでもあれだよ乱暴なセックスしかされないんだよもう本当に、うん、もうセックスしたら帰れって言われるんだよ放送やるから帰れって言われるんだよ、うん、でしかもあれだよパコリまくるんだよ他の人とう,ん、ど,うどう思うのそれ。 えじゃあ最初っから分かりたかったのうんいや質問質問はちょっとよく分かんないわ質問がよく分かんない質問がよく分かんないっていうのは質問がちょっとよく分かんないわ。 でただパコリまくりたいって言うだけなので,そうです。別にパコリまくりたいわけじゃないから俺はセ,セフレを別に募集してるわけじゃないから。 んちゃんセーフレはうんいやもうね配信者はあれなんだよ彼女いらないんだよ知ってた、うんうん、配信者は幸せになっちゃいけないんだよ、うん、でリスナーさんを幸せにするのが配信者なんだよわかる じゃあセフレになんないのいやセフレになるかならないかは俺が決めるからそれは放送で言うことじゃないからやっぱりオフパコになってしまうからそれはやっぱりやっぱ公共の今100人が見てる前でやっぱりセフレっていう話題が出てくる時点でやっぱり女性が怒ってるからやっぱりうんうんやっぱり女性リスナーが怒ってるから今うんうんうん やっぱそれはオフでオ,オフトークになるよねあーでもねそうだよ配信者の彼女は幸せになれないんだよそう思わない そう思わないうんそうだね <laughs> そうでしょやっぱり配信者の彼女は幸せになれない、うん、ゲルゲって知ってるうんゲルゲ幸せそうに見えた見えないでしょ妻には幸せそうに見える 見えない。でしょう。幸せになる方がいいよ。違うの。今日何やってんの。じゃ、もう会いたくないってこと。いや、うん、いや、そういう話をしてるんじゃなくて。ね。うん。 会いたいとか会いたくないとかじゃなくてうんやっぱりその追いかけられてなんぼだからうんうんわかるこれから言ってダメ <laughs> お前話聞いてんのうん <laughs> お前話聞いてた聞いてたよ聞いてた会話になってないけど あのうんいやうんいや俺もいろいろ今リスナーさんと考えてんのよこれからのことを、うん、ね、うん、これからのことを考えてるのうんおで俺はあのー、いや稼げるようになったから切り捨てるって言い方は違くないのマッポン。沼っぽ じゃ、うん、<laughs> だって、のんちゃん寝てるだけじゃん。俺はのんちゃんに絵を描いてもらいたいの、本当に。のんちゃん、絵が好きだから。ね。のんちゃん、自分で絵描きだと思ってるんでしょう、自分のこと。シフレだから、寝てていいじゃん。ね、全然全然、そういう質問じゃなくて、のんちゃんは絵描きなんでしょう。のりこは。 どう描けないんだ描けないんだけど、ね絵を描かない絵描きっていないのよわかるじゃあ絵描きじゃないでしょいやじゃあ、のんちゃん絵描くの好きじゃないのじゃ正直に話そうよのんちゃん絵は好き嫌い嫌い嫌いなの絵描くの もう描きたくない。もう描きたくなかったの？本当は。うん。何がしたかったの？だから。<laughs> わかんないの？何したいか。うん、え、もう絵描か,かないの？うん。マジで？あんなに絵上手なのに。うん。絵描くの嫌だったの？うん。 嫌になっちゃったのうん、うん、だって俺放送に集中したいからさのんちゃんが後ろにいるってさ気使遣わないといけないんだもんなん,でなんでって映りたくないからこうやってさ壁も作ったしこれ取っ払うよ俺この壁もううん だから自由にやりたいんだよ放送はわかる俺放送が好きなんだよ のんちゃんいたときだって放送してたじゃん <laughs> してたけど放送してたけどでものんちゃんも放送見ないって言ってたじゃんかがわかがわリスナーになるって言ってたじゃんだって別れたらさ、うん、だってのんちゃんが振られたんだもん んうん別れてセフレになろうって言われたんじゃんでも怒ってたじゃんセフレ嫌だっつってもう帰るっつってもう二度と来ないって言ってたじゃんじゃあ手が痛いな でもだって好きなんだうんでも外もコンビニ行くのも協力してくんないしさ捨て頃のトレーニングも協力してくんなかったじゃん。違う協力したじゃん。うん いや毎日やんないダメなんだよトレーニングはじゃあ俺が旅に出たらどうすんのノンちゃんうん行ってくればいいじゃん行ってくればいいってこの前「やだ」っつって発狂してたじゃん「女の人とコラボしたらどうする?」じゃあうちにすればいいすればいいってだって協力してくんなかったじゃん配信に。 何のいやだから旅企画とかさいろいろ捨て頃もだって当日までもう来ないとか別れるとかで試合どころじゃなかったの覚えてるでしょずーっと楽屋でさみうるとさチケットみうるに渡してのんちゃんが急に来るって言って手配して俺楽屋でバタバタだったんだよ知ってる戦いどころじゃなかったの 本番始まって第2試合なのにのんちゃん来るとか来ないとかで覚えてる覚えてるじゃあもう関わりたくないってこといやまあそういうわけじゃないよ関わりたくないとは思ってないよそんなことないよ でもやっぱり放送を応援してくれる人にそばにいてほしいの俺はわかるわかるじゃあ今から行くからそう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 ちょっと聞いて話をのんちゃんのんちゃんの、うんちゃんちょっと一回話をしよう、うん 会話をしよう、うん、会話をうんうんちょっと冷静になってねわかる話し合いをしよう話し合いをう,うんのんちゃんはいい子だと思うよのんちゃんいい子だと思うのねでものんちゃんめんどくさがり屋でしょうんうんなんか外配信やろうとかさ出かけようっつってもさ あの、2ヶ月ぐらいかかるじゃん、家から出るのになんでそういう時だけ行動力があんのだって会いたいんだもんいや会いたいんだもんって言われてもさどこが好きなのんかっこいいからいやどこがかっこいいの全部言って。 よりめんと、うん、ことかハゲんとことか、うん、いやそういうことじゃなくてちゃんとねどこが好きなのか教えて俺のこと <laughs> えでも配信者に彼女いると思うじゃあ個人的にリスナーとして聞かせてうんうん リスナーとしているけど隠してる。え、何いるけど隠してる。じゃじゃ配信者に彼女必要だと思う女の配信者にじゃあ彼氏必要だと思う個人的に。香川さんに彼女いるいるけど隠してる。いるのいるでしょう。うそ、いるの いるでしょアイラに彼女いるのいるでしょコトカは結婚してるじゃんえコトカ結婚してんのそうだよえコトカって結婚してんのうんなんで知ってんのだってタヌキにいっぱい書いてあるもんいやそれタヌキって噂でしょもうだって本名とか全部出てた出でてたの たぬき見てんののんちゃんうん、見たの見たのなんで見たの男のすれんどういう人かうんたぬきみんなののんちゃん別にうん え、じゃあ俺が自由に活動しても何も文句言わないうん。絶対。言わない絶対。う,ん、うん。もう減らったりしないうんい。いい子になるの、うんのうん。ちょっと考えさせてよ、リスナーさんと。 考えようよそんな急に無理だよいきなり別れようって言われたら別れようって言ったのはそっちでしょ飲んちゃんでしょいきなり違うよえセフレになろうって言ったんじゃん別れてセフレになろうって言ったのはそっちじゃんそうだっけ そうだっけそうでも恋愛禁止だから<う>恋愛禁止なのうん大体、うん、セックスしてないじゃん俺らそもそもじゃあこれからすればいいいやもう してないじゃんこれかん <laughs> これからすればいいじゃなくてなんでこういう時だけ前向きなのなんでこういう時だけすげえハイパー行動力があってポジティブなもんじゃん んちゃん、配信者になればやだなんでだって出たくないもん出たくないもんってだって俺配信者だよ出たくないっつったって困るよ出たくないって言われたの出たくないが一番困るんだって 分かるだって俺仕事だよ配信がうん、うん、出たくないって言われてもねその辺はどうなのうん、うん だから、配信に出たくないから、うん、配信者はやりたくないいや、そうじゃなくて「俺のそばにいたら配信映っちゃうのはどう思うの?」ってえー、だって「かわり」バズさんがさ、うん、どっか行ってる時「かわり」だってやってたじゃん「か、うん、わり」な?「なにかわりに」わりに配信してたじゃんだからそういうのは嬉しかったの俺は、うん、でも本当はやりたくなかったんでしょ うん、でしょってことはまたさのんちゃんのこと映らないように気を使いながら配信やらないといけなくなるじゃん別に映ってもいいよ <laughs> ブレブレだなうん ちょっと、一回考えさせてもらってもいい一回どれぐらい ?2 年ぐらいダメだめのんちゃんほら結婚する人とか探さないの 結婚しないもん。なんで結婚しないの。うん。それ教えて。結婚したくないから。なん、なんで結婚したくないの。周りが幸せそうに見えないから。<laughs> 周りって誰。<laughs> 周りって誰。その辺の話聞かせて。んうん。親とか。親。 結婚幸せそうじゃなかったの、うん、他にはん親戚のおばさんとか親戚のおばさんとかどどん,どんな感じなの<ん>、うん、離婚したりとかああ<ー>そういうのとかそういうのとかかのんちゃんじゃあ将来何,何になるのが将来どうしたら幸せなののんちゃんは どうなりたいののんびり暮らしたいのんびり暮らしたいのうん、うんうん、コメントは見えてんの今うん、読んでない コメント読んでないみ見ることはできるのコメントうんみんなどう思う 来たらダメだよやっぱり配信中にのんちゃんじゃあいつ行けばいいの配信してない時だったらまあ俺が暇な時だったらいいかもしんないけど。 結局別れたかったんじゃんねそうじゃないんだってのんちゃんそうじゃないのそういうことじゃないんだってそうじゃないんだよ俺もいろいろ考えたの何でもさーうん、うん <何>話し合いもしないでさいや話し合いしたじゃん「セフレになって」ってセフレに戻ろうって言ったじゃんいきなりわけわかんないでそんなこと言われたらさうんもう別れたと一緒じゃん えー、じゃあ俺が悪いの、うん、ええー。俺が悪いの パコしたいんでしょいやオフパコはしたくないよ別にオフパコしたいとかないよだってオフパコなんかしてないじゃん俺だってこれから別れたらするんでしょいやそれはわかんないよ別れたら。 だノンさんが出てくるもう来ないっつったんだよだって和藤さんが別れるって言ったから俺別れるなんつってないわ背振に戻ろうっつったんだよだから別れるってことじゃんセフレになったら別れるってことじゃんん、えー、どうしたらいいんだろう わかんないわもうわかんないわもうわかんないよ俺わかんないもうわかんないわのんちゃんわかんないもうめんどくさいわかんないよ何言ってるか難しいもうのんちゃんが言ってることわかんない何言ってるか全然わかんないわわがまますぎて わがまますぎないちょっとどうしていやもうなんかわがままでしょ。身勝手すぎるわ。のりこは。自分のことばっかりで。和田さんだってそうじゃん。いや俺はもう全然そんなことないよ。俺はわかんないわもう。身勝手すぎる。ちょっといくらなんでも。 自分本意すぎるでしょ「セフレはやだ放送は見ない家にも来ない」とかだから「セフレでいい」って言ってたじゃんいやもうほんと身勝手本当。うん 絵を描きたくない、とか。どうすんの今後の生活は。絵描かなかったら。働く。<laughs> 働くのうん。何して働くの何さ。んー食安で探す。 やめほうがいいでしょのんちゃん働くのはなんでいや迷惑かかるでしょいろいろかかんないん働けんので今までどれくらい働いてきたの何年前働いてたの？うん6年前6年前でしょ 何回働私が9年前じゃなくて、うん、3年前3年前でしょうん、いや楽しく行こうよ自由にやろうよお互い それが良くない自由にやろうよ。生きたいように生きようよ。たの楽しく過ごそうよ。楽しく過ごすって だからお互いやりたいことやって楽しく過ごそうよお互いのやってることを尊重し合う関係が一番いいってお互いのやりたいことを応援できる関係が一番いいって思わないだから会いたくないし。 うん、連絡も取りたくないしいやそんなこと言ってないじゃん連絡取ってるじゃん今今連絡取ってるじゃん会いたくないとは言ってないじゃん今配信だからでしょ何配信だからっていや配信で誰からも取つことはわらないよ俺自由にかけられるじゃんいつもじゃあ配信外は配信外は誰のメールも返してないよ 配信外は誰とも連絡取ってないよ俺知ってるじゃん野んちん セフレはどうするのセフレはだから考えとくよ考えとくよてか俺セフレいらないかもしんないわよくよく考えたらなんでいやなんかめんどくさくなりそうだから今思った セフレすらいらなくなってきたわそうまないセフレいるいらないよね じゃあもうのんちゃんや厄介払いされただけじゃあそういうことじゃないってのんちゃんは厄介払いなんかしてないよすごく真剣に考えたんだよ俺はのんちゃん俺は配信が好きなの配信が配信を一番に考えてんのでもそうしたらのんちゃんのこと傷つけるでしょ わかるのんちゃん俺は配信が好きなののんちゃんうん、うん、だから申し訳ないけどその配信以外の人を優先することはないんだって それのんちゃんにだけじゃなくてあのどんな人にもそうしてきたのよ今まで。別になんかその彼女とかセフレとか。 じゃなくて自由に付き合えばいいじゃんって思うの俺は肩書きなんかどうでもよくて のんんちゃんさ俺のこと物扱いしてないしてないだってのんちゃんのこと優先できないよ俺優先するとか言ってないじゃんいやでもうん放送に口出すじゃんあなたはうん出さない,い出してるじゃん 別に個人的にのんちゃんのこと俺は嫌いじゃないよでも俺は配信自由にやりたいの わかる。そういうふうに言うからって、ウェザーさん、いや、本音なんだけど。いや、本、本音よ。そういうふうに言うからっていうか、本当にそれしか考えてないんだよ。本音で話してるよ。な、何が言いたいの、ウェザーさんは。 分かった。ノリコのことは別に嫌いじゃない。うん、嫌いじゃないけど好きじゃない。ちょっと聞いて。別に嫌いじゃない。昨日も言ったけど、別にね。ノリコのことは悪い子だと思わない。ただ、俺は配信の方が好きだよ。 わかるわかる いや俺はのりこのちよちよさのんちゃんの言いたいことが分かんないんだよ俺は俺はもうわがままに行きたいって決めたのよのんちゃんつらいけどわかるのんちゃんうん俺も寂しいしね俺ものんちゃんのこと嫌いじゃないのねのんちゃん うん、うん、だけどあの配信の方が大事だって決めたの俺はうんうん俺今まで配信よりのんちゃんのこと優先してきたと思わないどんなこと例えば 俺プライベートのお時間全部のりコに注いできたつもりなんだけど俺が女性とコラボした誰かとうん海放でしょうん、朝日奈でしょうんまだいっぱいいるじゃんなんでそれがダメなの 嫌だっただけだからのり子を優先してきたんじゃないの普通にコラボ配信してたじゃんいや普通じゃないでしょのり子が襲撃したでしょ全員 発狂してたじゃん毎回ツバニに BB 弾撃ったじゃん撃ったよ首頸動脈にメス刺したよねのんちゃんうん、うん、いや自殺とかしなくなったのは本当に偉いと思ってんのね約束守ってくれてるから最近そのビルから飛び降りようとしたり頸動脈メスで刺したりリストカットしなくなったから本当に偉いと思ってんのねそれはありがとうね約束守ってるから のんちゃん聞いてるうん、うん、それは本当に偉い。いそれは守り続けてねもうそしたらほら人間として付き合いやめるって言ったのを覚えてるうんもしそれを次やったら人間としてもう二度と関わらないよって言ったのを覚えてるじゃあもう同じことじゃ何が 何が同じこともう付き合ってかないんでしょ <laughs> そういう話じゃなくてそういう話じゃなくて今はそういう話じゃないの。じゃなくてお互い自由にやってかないって言ってんの。 そんな堅苦しい肩書きとかに縛られないでお互い自由にやってかない伸び伸びと。 自由に車の中いんの違う、うん、部屋部屋、うん、のんちゃんは俺のことずっと好きでいればいいじゃん好きでもない人にゆ自由じゃん ずっと一生俺のこと愛し続ければいいじゃんダメなのそれがうんだって辛いじゃんなんなんで辛いの思われないんだから思われないんだからだって俺みんなに愛されてんのもみんな俺のこと好きなんだよ誰よりもその中で一番好きでいればいいじゃん だって、今まで付き合ってたから辛いじゃん。だ、付き合う前から俺のこと好きだったじゃん。なんじゃん。違う。 俺のこと好きなの嫌いなのどっちなのもうめんどくせえわ俺のこと好きなのかよ嫌いなのかよどっちなんだよめんどくせえ好きだよじゃあそれでいいじゃねえかよそこに理由あんのかよないだろうそこに理由はいいじゃねえかよそれで好きなんだからもっと自分の気持ち大事にしろよなあのりこ 何か俺のこと好きなんだろうんじゃあそれでいいじゃん迷うなよもっと好きになれよなどっだっても会えないいや会えないかどうかわかんないすてごろとか会えるでしょすてごろ見に来ればいいじゃんイベントもリアとすればいいじゃん違うの それはリスナーとししてでしょだから俺は配信優先するっつってんのリスナーとしてだよみんなと一緒だよ誰よりも会いに来いよ違うの 家も行っちゃダメなんでしょいやそれは気分だよ俺のそれは俺の気分だよその時の じゃあさじゃあさじゃあさ、なんでさ俺のりこの家に泊まったこと一回でもある付き合ってたらあるないないよねなんで俺の家には毎日いるのにのりこの家には行けないのか言ってよじゃあ、うん、なんで俺の家には毎日来たいそれはわがままじゃないののりこののりこの家には行けないで実,実質毎日泊まって 家賃俺が全部払ってね俺1円でも払ってって言ったことある電気代とか払ってくれた食費とか光熱費とか俺行っても5分ぐらいじゃんのり子の家なんでのんちゃんの家俺俺は行ったらダメでのり子は来るって身勝手じゃないの俺はずーっとそういうことを言ってないよっ だってに猫アレルギーって言うから。いや、猫アレルギーでも構わないからのりこの家行きたいっつってたじゃん。猫アレルギーだけど俺、猫大好きだもん。なんでノンさんの家じゃあ俺は行っちゃダメだったのなんで一回も止,めて止まってないの俺はのりこの家。本当のこと言ってよ。 布団がないから布団あるじゃんのり子の家ベッドもあるじゃん嘘つかないでよあるじゃんどっち猫が寝てるさ布団でさ寝れないじゃんいや片付ければいいじゃん俺片付けるよって何度も言ったじゃん のんんちゃんだって自分の都合ばっかりなんだもん今までだからそれがのりこのことを優先してきたっていうのようんうん だから自由にいればいいじゃん別に俺が来てもいいなと思った時に来ればいいしそうじゃないの放送やんないと俺食っていけないんだもんだってうんうん知ってるでしょそれはうん 俺働いてないんだよ。うん、うん、のんちゃんのこと、養うことなんか無理だよ。うん。うん。 だからのりコの彼氏だっていうふうになったらのんちゃんがその浮気だ浮気だってなるから別れた方がいいと思うの俺はわかるじゃあ最初からそう言えばよかったじゃんいやだからそう言ったじゃんセフレに戻ろうって言ったじゃん一言で言うとそういうことでしょ セフレに戻ろうって、うん、なかなか言われないよそういうこと優しくない優しいと思うでしょなかなかいないと思うよセフレに戻ろうって言われる女の子ってなかなかいないよ優しいと思うでしょもう二度と会いに来んなとか言われた 言われてないよねんんちゃん、うんうん、優しいと思わないセフレに戻ろうっていう一言優しさ感じない、うん、感じるでしょ感じるよね感じるよね感じる感じるでしょ,でしょ優しさわかるでしょどう 嫌、うん、だったね,ねそうだよね優しいと思うよねそう思うでしょ気使ったのがわかるでしょその一言に優しいと思うでしょねえのんちゃんどう思う優しいと思うよね本音で話そうのんちゃんどう思う今考えてみたらどう思ううん、うん 最初から配信の方が大事だから分かるようって言われた方が良かったいやそうじゃなくてセフ,レだセフレに戻ろうって言われた方が嬉しくない優しさ感じない感じない感じないの何それ全然分かってないじゃんそういうとこだよ 俺が今までお前に何プレゼントしてきたよ。なあ。言ってみろよ。俺が今までのりこに何プレゼントしてきたよ。高級レストランもいっぱい連れてったろ。そういうのをさ、無視して言ってんじゃん。今まで何奢られてきたよ。何プレゼントされてきたよ。それで、彼女扱いされなかったっていうのはおかしくねえか俺がどんだけお前のこと大事にしてきたか言えよ、ちゃんと。 じゃないと、初見さんが分かんねえだろう。マック。え。マック。はイ・ゼリア。デニーズ。 あとラーメンいやプレゼントとかあるでしょ物がな百均の椅子のカバー そうか。のんちゃん、今まで俺に何プレゼントしたの。うん。パソコン。いくらするやつ。うん、二十七万。うん。他には。モニター。パソコンのモニター。うん。うん。そう 炊飯器と炊飯器 IH IH クッキングヒーター加湿器加湿器トントンだなトントン甘木風トントンだわトントン 公平的に見てトントンイーブンイーブン,イーブンだねトントンだね客観的に見たらトントン花火もしたでしょううんあまぎふでかばん買ったでしょうん、うん、そうだねトントンだわトントンイコールだね 引き分け引き分けだわこれやめようこの話は引き分け俺が悪かったわ引き分け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 俺が悪かったこの話題は引き分け やめよう争いは争いしか生まないわ洗濯してゴミ出しして <laughs> 料理作って、うん、後片付けして、うん、トイレの掃除して、うん お風呂はねえでも自分のことは自分でやってるよ風呂入ったりとかのんちゃんが洗ってたじゃんのんちゃんがバドさんの体を洗ってました <laughs> いや鳥の世話は俺がやってるでしょねえのんちゃんが水替えて餌あげてましたいや別れた方が良かったってことでしょうじゃうん そうしたいんだっらそうしたい,い,いやじゃじゃあだってそれがめんどくさかったってことじゃないの要はそれから解放されたって話じゃないのうん解放されたねうんだんだん分かったでしょ気持ちが俺の言ってること俺がのり子のことをどんだけ考えてね距離を置いてるか分かった優しいでしょのんちゃんのり子自由になれよっていうの どういうこと。わかった。嫌いになってきたでしょう、旦那。嫌いにさせたいんでしょう。 嫌いになったかどうか聞いてるの嫌いにさせたいんでしょうじゃなくてだんだん腹立ってきたでしょ 家族は俺のことなんて言ってんのうん。別に特に何にも言ってない。あそうなの。う。ん。 じゃあ俺の良かったところ言って好感度上げて好感度下がると花火上がんないからわかる忘れた忘れたじゃあじゃうゃううのんちゃん好感度を下げたら花火が上がらないの90分やった花火一発なんだよねえ好感度上げようちょっと下げすぎいくらなんでも、うん マハーって言われるとセブンなセブンセブンの何当たり目買ってきてくれるとこ他には他には。他にはうん 感度足りないから下げすぎだから今でもポイント1ポイント回復したからあと70ポイントでプラマイゼロだから170ポイントちょっと好感度上げたら花火上がるからちょっと170ポイント上げてあと170ポイントぐらい俺のいいところ言ったら1年半で思い出いっぱいあるはずなんだよ思い出がわかるのんちゃん170ポイント上げたら花火がもうとんでもなくなるからちょっと頑張ってみて最後に。 回復,回復させて当たり目を毎日買ってきたほかにはやさおだっていうことをもっとアピールしてどんどん言っていいよのんちゃんが車運転してうんおのんさんは隣で配信してうん、うんうん、仕事熱心だねうん仕事熱心、うん、はい次行こう どどんどん言っていいよ俺が全部それタイトルつけていくからはい「仕事熱心」はい次行こう好感度上がったよし次行こう思ってること全部言いない1年半のことうん仕事熱心はい好感度上がった次たまにガソリン代出してくれたはい、えー、経費削減あ経費削減じゃなくてえっ、ー、とえっ、ー、と 経費はい経営上手だね経営上手はいガソリン代をこう経費で落とすねはい次経営手腕にしようかタイトル3経営手腕、うん、はい次そうだね税金対策の方がいいねマチルダそれにしよう3番目税金対策はい次 どんどんアピールして好感度上げてこう。うん、わかんない。いいよ、思ってること全部言えよ。大丈夫だよ、好感度上げよ。いいよ、リズム感、ポンポンよ。ポンポン。洗濯物。うん。全部貯めてから。うん。 のんちゃんに着るものがないって言って洗濯させてた、うんうん、シティーボーイだねシティーボーイ、うん、東京に住んでるやつは洗濯機持ってなくてコインランドリーを駆使する感じがもう地方からすると憧れはいシティーボーイだねはい4番目シティーボーイ、はい、4番目はシティーボーイあ東京の人はコインランドリー使うんだっていうその ちょっとかっこよさが地方勢から今交換だがったはい次シティボーイね、うん、のんちゃんがうんのんちゃんが洗濯台出してたうんえっ、ー、と次行こうか、うん、それぐらい それぐらいうん好感度上げるの難しいなどう,どうすんのこれ下がった好感度どれさんのことについてはどう思ってたの俺の家に来るどれさんのことについてはうん 正直高いもの買ってきて高いお,お土産くれるからいい人だったえ肉とか、うん、高い高級の焼肉とかそれのんちゃん言っちゃダメなやつは <laughs> <laughs> のんちゃんそれ本当にダメなやつだわ いやそ,れそれ言うとドレさんに俺クソ詰められるからちょっと訂正してくんないドレさんがお土産買ってきてくれ安いやつでしょう安いお肉をたまに買ってきてくれたんでしょうんそうするとドレさん花火上がんなくなるからブチ切れるからやめてくんないうん安い肉だよねドレさんいい人だって。 フフ <laughs> うんどれさんいい人だったうん、うん、そうか もういいか気が済んだのか気が済んだうんうんあんまりあれだよ他の人の枠で俺のエッチとかリベンジポルのはしちゃダメだよなんちゃん 配信者とか配信者のリスナーさんとかがさよくリベンジボロノするでしょ、うん、やっぱああいうのはよくないからね、うん、ダメだよバラしたらうん約束できるうん言わないうんうんセックスうまかったでしょうんうん 自分だけフェラで行ってはてて3秒で寝てたのんちゃんフェラしてって。 ちょっと白気味だったよね、俺は。うん。そうだろう。<laughs> 出ちゃうから、ゆっくり張ってって言って。じゃあ、出ちゃったん。 <laughs> そうか。うん。でも優しかったでしょ。多分。変態プレイとかしないじゃん俺。女の子に。変態プレイとか、うん、そういうなんかこういう。 のとかなんか要求セックスで女の子が嫌がる要求とかしないでしょ。なんか何しろこれしろとかさ、そういうノーマルだったでしょ。なんうんセーラー服着せられた。 秘密ね、うん、秘密あの、うん、い,いいから秘密にね他の人に言ったらダメだようん、うん、オフパコできなくなるからこれから。 結局オフ箱がしたかったんでしょあのオフ箱いやオフオフって何 じゃあ何が良くて付き合ってたのそんな悪口ばっかり言ってなんで別に悪口ばっかりじゃないじゃん本当のこと言ってただけじゃ <laughs> そうなのそうだよ本当のこと言っただけなのうんそうだっけうん かかっっここよよたところを言おうよその男気があるとかさあ,あ和道さんやっぱり付き合ってよかったなっていうところ分かんないもん1個ぐらいあるでしょ <laughs> 1個ぐらいあるでしょあーやっぱりこの人す,すごいみたいなさ なんかこう、少女漫画みたいなやつは1個ぐらいあるだろう1年半も付き合ってたんだからんなんかほらあ紳士的だなとかなんかあるぞ。なんかこうあ男らしいとかさこうほらええ？何ないの <laughs>、うん ないの一個もあいいじゃんい,いいじゃんってだってじゃあそんなのだったらなんで付き合ってたのってなるでしょ。 じゃあなんで付き合ってたんだと思う今分析してこんなに悪いところいっぱいあんのになんで付き合ってたのじゃなんで好きだったの本当はなんかもっとみんな知りたいはずなのいや本当は隠されてるってのりこしか知らないなんでこんなね女をメロメロにさせるんだっていうのはこれリスナーからすると研究対象ななのわかるなんでこんなにのりこはぞっこんだったんだっていう謎だけが残ってしまうんだよ いいのうん、いいんじゃないいいの何もないのうん冷めてきたもうすしかしてうん目覚めたよかったじゃんえなによかったじゃん 何が良かったもうあれじゃん目覚ましてるじゃんだいぶ。 これででおできんだからいいじゃん。おっぱこできないでしょこんなの。えてことは俺のことやっぱ嫌いだったってことでしょ。なんでいやそんな悪口ばっかり言ってさ好きなことこう1年半付き合って好きなところが一つも出てこないってことはやっぱり嫌い憎しみの塊だったわけじゃん。 違うのいいところが一つも出てこないっていうのはじゃあなんで好きだったんだよみたいになってるでしょリスナーが,今頭,が回る頭が回らない頭が回らないこんだけ喋っといてうんこんこだけ喋っといて頭が回らないうん薬飲んじゃったの もう寝るじゃんうんうんゆっくり休むんだよ分かったうんうんしんどく <laughs> 死ぬのうんそれ約束破ったらリストカットしたりとかそういう悪い子になるのんちゃん悪い子になったらもうほんとに二度と会わないよ と会わないんでしょうじゃあいい子になったら会うかもしんないよ。会っても別に何でもないじゃん。何会っても何でもないって。どういうこと彼女になるわけでもセフレになるわけでもないんだ。いやセフレになりたいの俺の。 セフレになりたいのまだうんもうなりたくないんでしょじゃあじゃあ仮になんだけどのんちゃん仮にの話でいい じゃ、うん、ノリコとセフレになりますと今日、うん、でも,もし仮にセフレが他にもいてそれが配信場とかでめくれて、うん、ノリコはその時どうすんのクイズクイズノリコのことセフレノリコはセフレでセフレが他にもいましたはいノリコが取る行動は何でしょう、うん <laughs> 正ニャーもうあ明日には死んでるからいい <laughs> <laughs> ダメだよオーバードーズしたら。 うんしてるもん。もうなん薬何度飲んだの？ダメだよ。ダメだよ。ダメってやれたの飲んでた。何今フラフラなのさ。じゃあうん。いつからフラフラなの？うんうんだんだん効いてきた。それじいつ飲んだの？うん十二時頃 何もう3時間前に飲んでたのうんいやダメだよそんなことやったらそれはもう付き合わないよそれはやめるって約束したいでしょ何関係ないって ダメだよそんなだってどうすんのにゃんことかわんことかどうにもなんないでしょのんちゃんのこと大好きなのにわんちゃんも猫ちゃんもじゃあ一緒に死んじゃダメだよそんな一緒に死んだら。 だから何思考が回ってなかったの薬のオーバードーズやめなさいよ。うん、だって病院休みなんだ。ほら猫も心配してるじゃん。 ダメだよそれはやっちゃうそうやって人の気を引こうとしたらダメだよ俺はそういうの嫌いだよ、うん、気を引こうとしてるわけじゃないなんでそんなことすんのほらワンちゃんも心配してるじゃん一緒にいるんでしょ今うん、うん、ダメだよ家族がいるんだから 違う。じゃあガスする。ガス？またそういうこと言うの？またガスするとか言うの？うん。 もうずっと寝てるじゃあもう来ないんだじゃあもう俺の背フれにならないんだもう信じるからなれないね <laughs> いいのなりたくないの俺の背フれにさっきまで「なりたい」っつってたじゃん だって嫌だ嫌だとは言ってないよナンバーワンのセフレンになろうっていう夢は諦めたのナンバーワンセックスフレンドになる夢はどうしたのもうどうでもよくなったどうでもよくなったの ダメだよ、そんなこと言ったらのんちゃんもう何にもどうでもよくなった何それそんな投げやりなのどうでもよくなったの自分のこと大事にしないとダメだよ 分かった,分かった自分の自由にするダメだよそんなこと言ったらダメだよ ねそれは約束してなんでなんでって自分のことを大事にできない人が他人のことを大事にできるわけないじゃん明日死んでるからいい。<laughs> いや明日死んでるからいいとかじゃなくてそういうこと言わないのダメそういうこと言ったらわかるなんで悪い子になっちゃったののんちゃんいい子にならないの約束したでしょえ生きがいを失ったの何生きがいってうん お父さんと一緒に行ったのが生きがいだったじゃ、うん、一緒にいればいいじゃんでもい嫌だって言われたも嫌だっつってないでしょ俺は別にじゃ配信の邪魔しないもう今後 嫉妬もしないって約束するもういい。何もういい疲れた。何疲れたって。もう生きるのに疲れた。何それ,何それ。やめてくんないもうみんな疲れてんだよ。俺だってうんざりしてんだよ。のんちゃんだけじゃないから。 あ日朝起きたら電話ちょうだいわかったわかったのんちゃん起きたら連絡ちょうだいわかったもしもし信じるからもう電話できない 死んだら会えないじゃんだってさっき電話かけてきた時会いたいって言ったじゃん今から会いたいって言ったじゃんだってダメだって言ったじゃんだめダメだとは言ってないよちょっと考えるっつったんだよなんで急に死ぬ設定になってんの2時間前まで会いたいっつったんだ、うん今からなんで話が変わるんのようん生きがいがなくなった何生きがいがなくなったんだよ 一緒にいたければ一緒にいたらいいじゃん別にただ放送に口を出すなっつってんの俺はわかる もう長生きしたからいいよいくつだっけ ?47 もう十分長生きしたからうん うんねえじゃあ明日生きてたら電話しないの 死んで,るでじゃあ仮に生きてたら奇跡が起こって奇跡が起こって仮に生きてたらどうすんのどうすんのうんどうすんの電話すんのまた薬の。な おやすみおやすみ、どんちゃんさよならはい、おやすみ おやすみ。おやすみ。おやすみ。おやすみ,おやすみなさ。おやすみ。おやすみ。 おや,すみおやすみなさいさよならうん切らないの切らないなんで切らないのうんもう最後になるかもしれないからで切ってよ 明日も生きてるからおやすみおやすみ さよならおやすみ、いい子になりなさい。おやすみ。寝なさい。お水飲んで。分かった。薬飲んで寝ます。うん、いや、もう、もう薬はいらないから、寝なさい。分かった。分かった。分かった。言うこと聞かないの、俺の。 聞きませんなんで嫌いなの好きな人の言うこと聞けないのもう散々傷ついたからいいですいいのねじゃあ切っておやすみ切ってくださいどうぞ切ってください <laughs> 切って 寝なさい、ちゃんとおやすみおやすみはおやすみはのんちゃん さよ、はい、うな、ん、ら。じゃあ切るよ、俺から。分かったは,い、はい。おやすみ。<ー>鮫島さんから電話かかってきた。も、はい、しもーし。ごめんなさい。どうした寝たまた台本台本じゃないですよ。嘘つけよ、お前。何回目だよ。 いいやいや、まあまあ何回目かって四4回目ぐらいですけどだよな、うん、ってことは5回目も台本だよな台本とかないですよ別にな何があったのいやだからいろいろ考えたんですよはいはい、あ、はいはいこれからのことねそうです配信のこととか,かま,まあいろいろね悩む時期だからね年齢的にもはい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 はっはり言ったんですよあ、要するに今の関係はちはっとマンネリしてるから ちょっと新鮮な空気を取り入れるためにじゃ一回距離を置こうとそそううでですすわかるわかるすごいわかるよそれで鍵を突き返されたんですよ鍵をでもう二度と来ないっていうのりこがそう言ったのそうです今配信中今配信中ですオッケー俺はのりこないなと思うおおですよねやっぱそれは和堂ねやっぱ今配信会としてね和堂としてやっぱターニングポイントでさ ねいろいろとまだ直さなきゃいけない部分もあるわけよ。そうですね。でそれでやっぱノリコそれね、やっぱ愛があればね、絶対受け入れてくれると思うんだけどね。うん。あじゃあサ島さんは今回の件に関しては和道派です。いやもう全然和道何も悪くないと思うよ。あマジですか。ちなみに当たり前じゃそんな。ちなみになんですけど、サメ島さんとオカリナさんはなんでうまくいってんですか。なんでうまくいってる。はい。この なんかうまく,いく秘訣例えばだからそのごめん俺にとっては日常だからなんでかわかんないからちょっと和堂のそのダメな場所教えてよ自分のなんかあ僕とのりこのですかそう,そういうの聞かないと俺ほらね<ー>俺にとっては日常だからまあ確かに確かに、うん、まあ例えば僕は配信はい、はい、女性ともコラボしたいしまあ配信優先したいけどまあ、うん、のり子がまあ嫉妬でダダこねて企画が潰れるとかあ そういうことね。あ、もうそれはズバリ嫉妬心です。ですよね。うちお互いに嫉妬しないもん。へえ。だからもうオカリナ好きにやっていいよで、オカリナはお前は、まあとりあえず警察だったとか以外なら、い構わないよと。ほう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 。お互い干渉しないもん、お互いのことに。ああ、いいだからオカリナの世界に対して俺は入っていかないし。例えば、鮫島さんが配信でネタでラブホ配信とかしてもオカリナさん発狂とかはしないですかあ、ぶん前もって俺は言うから。ああ、なるほど。 それをだめなことはやんないし、俺はそもそも。なる,なるほど、なるほど。でも、例えば、俺が、じゃあ、例えば、板、はい、ババアとラブホ行くよって言ったときに、オッ、はいはい、<laughs> OK 出るでしょう。なる,なるほど、なるほど。というよりも、何よりお互い干渉しないんでね、俺はオカリナの世界に対して、全く干渉しない。うん、例えば、はい、あ今日食事行くとかあるときに、きいあ、行ってらっしゃいみたいな。なるほど、いいですね、うん。俺はまあ友達いないいななからないけど <laughs> まあ多分同じこと答えてくれると思うああまあ言ってくればみたいな楽しんでいきたいねみたいなうあうらやましいっすねえ何のりことワドゥは、はい、の24時間をた、まあ、スケジュールに分けると、はい、どれぐらい一緒にいる朝あ、まあ、12時からでい,いよ僕が起きてる時間はずっとのり子隣にいますよ、うん、ほぼ。 なるほどねで寝てるときに、まあ、あの実家が帰ったりするとそ,そうです僕大体12時間とか寝るんでその間にそのワンちゃんにバーってやってる,る,る分かっちゃった分かっちゃっただからもう僕はずっと例えば女性から LINE が来るじゃないですか配信まあまあそれは来るよ DM とかは、はい、それは来るよそれでもう毎回発狂でプライベートもずっとなだめてないといけないっていう。 違うよ。疲れちゃうよね。そういうの。そうです。だから、僕は、その遠回しにリスナーさんに、配信がいて、ディ送らないでくださいとか、ライン禁止っていうのは。あれは建前なんですよ。なるほどね。本音は、プライベートが、もうのりこが嫉妬して、ぐちゃぐちゃになるからなんですよ。ああ、じゃ、もう正直ぶっちゃけ、和道はノリコに。愛はある。愛はありますよ。ありますよ。うん、いや、昔出会った時とだよ。あります。あります。今でも。変わらない。変わらないですけど、正直言うと。 そう配信とかのめんどくせえっていう気持ちがもう半々ぐらいになってきましたねああそれ一番ダメなパターンなの<う><今>だから今ダメなパターン入っちゃったそうなんですよ嫌いじゃないしあ,、ね、あれなんだけど配信がねだるくなんだよそうですそうですそうですでしょ今はどう配信だるいでしょ正直あげんのしんどいなみたいなあだから昨日別れたんで今日は別にだるくないですけどあー昨日も別れてんだ別れてます別れてます、えー、でもまたどうせ寄り戻すんでしょいや正直だから僕は なんか自由にやるっていうのを選びましたね。うん、ああ、まあまあ自由であって初めて配信者だからね。うん。うん、そう。そういう間違いないよ。感じですね。だから俺とオカリナがなんでうまくいくかっていうと、もう。はいや、お互いに世界が違うから。ああ<ー>、一緒にいても。当たり前じゃ、それは、はい。そうっすね。ね。二十四時間一緒にいたら、それは俺だってオカリナって喧嘩するよ。はいはいはい。で、二十四時間ね、真横にいたら。あ、そうですね。 まずね、和道の家が狭いそうですね、そうですね、だからプライベートなんとかないんですよ、僕。ないでしょ、ないだって、いくらさ、ついたてかねまあそのメタルラックがあっても、その向こうにいるわけじゃん。はいうことは、もう、いっちゃえば同じ部屋にいるわけで、俺の部屋は二部屋、ほら和道来たことあるじゃん。そうですね、二部屋あるから、そうそう、六畳間が寝室だから、オカリナはそっちにいて、俺が配信してってやると。 全然別の世界なよですね例えばなんですけどこれ鮫島さん配信者だから分かるけど自分が放送画面があってもう一つの画面に「ふわっち」のトップページ見て今誰が1位なのかとか放送しながら音消して見るじゃないですか見る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 で例えば「りな猫」とか「コとかとか今んか閲覧多いなと思ってクリックしたら発狂するんですよ放送中になんでなんでそれだけで浮気だって言うんでよ。あそれだけではい それだけで浮気なのそうですえでもだってのりちゃんは他の男見るよねいや日本人とか TCP とか香川さん見るよねそれは浮気じゃないので言うんですよ本人はおんうんちょっとうざいねそうそうっすねそういうところは嫌ですだけどかみたいに可愛い子にさそういう束縛されたらすげえ可愛いけどそうっすね生実か妖怪がそういうなんかやっちゃうとイラつくよねですよね ことか言うよらなりますなります。何言ってんだよ、オンリー・言うだよってなるじゃん。はい、なります。それがんかあんな、んかしわくれた、こようでみたいな顔したばばがさ、嫉妬心むき出しにじゃないったら、たまったもんじゃないよ。ちょっと言い過ぎじゃないですか。え、あ、ごめん。ごめん。別れたからいいかなと。ごめんね。ごめん。でも、もう何、よりは戻んないのいや、戻んないっすね。 いやそう言ってて何回騙してんのよいやいやもうこれ本今回本気ですよ今回どれぐらい本気なのその本気が伝わらないんだ,だからまあ戻ってもセフレですよあ何もう愛さないってこともう愛あだから僕恋愛禁止にしたんですよあもうもう w a の彼女にはなれないってこともう彼女は今後一切作らないしもし恋愛とかんかニャンニャン写真とか出てきたら引退します僕配信者で。 暴露されたらってこと。そういうことです。そういう誰も愛さないであ。要するに、ええー、和道の部屋で、はい、あの、なんか手料理をしている彼女の写真とか。そうです。そうです。あと、裏。彼女らしいやつね。そうです。ラブラブメールもダメです。ただ。愛のないセックスはオッケーっていうルールになります、うん。ああ、割り切った感じ。そうです。ああ、それいいじゃん。はい。もう、これは決めました。はい,いはい。誰も愛さないです。でも、やっぱ、それをさ、リスナーに言った以上。はい。君は前科があるんだよ。うん。 だそれが本気なのかどうかわれわれはわからないわけです。リスナとして。確かに。やっぱ君は何回もね、前科あるわけじゃないですか、去年にね。ねまあんまあ掘り返されたくないと思うけど、向き合ってください。うんね、去年、あなたは旅団を作りました。うんはい、あなたは旅団をすべて裏切りました。はいね、あとイベント、なんか雑談みたいな、なんか座談会みたいなのばっくれました。何回もあなたはそういうい前科を、うん 積み重ねてきた今ここでノリ子と別れた俺はもう愛のあるセックスはしないとそれは立派なことだと思いますよ僕はものすごく支持しますただあなたからそれをあなたを信じていいかどうかがわからない私まあ確かに確かに確かにまあ今後のあれですよね態度次第態度次第ですよね結果次第です今の段階でじゃあ信用してくれっていうのはちょっとまあ確かに確かに確かにまあでも何かのり子にもらった思い出の品とかある 思い出パソコンとモニターとか。怖そう,怖そう。いや、配信できなくなります。もうそれは決別しよう。そこは。いや、違う違う。配信機材だから。ワードあ、そういうとこなんだよね。そういうとこ。<laughs> いや、違う。<laughs> あのね。パソコン僕一台いや、わかるよ。わかる。いや、わかるけど、それ、ノリコのもらいもんなんでしょ。もらいもん使うの。え、なにいや、使うでしょ。違うでしょ。 いや違うでしょそれはじでしょ違う違うす。でしょ買い直せじゃなくて俺そしたら明日から放送できない、うん、今この瞬間から放送できなくなるのだからいいよじゃあモニター壊そういやモニター壊そうってだからそれも配信できないのと一緒だからだからモニター壊しても配信はできるでしょ ダメだよいやいや、おかしいじゃん、それは。ええ、なんでそうやってそれは、そこが決別じゃない。いや、ワードの本気が伝わらない。マジめんどくさ。今、なんつったいや、めんどくなんつった。なんでいや、配信してない。いや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 、おいとこ壊す、壊せないは置いとこ。置いとき置いとこ。水かけろになっちゃう。でも、ワード、また戻るでしょ。いや、戻んないっすよ。戻んないっすよ。いや、絶対戻るね。お前、絶対だって、ね、今、カッコつけてさ、地ゴロっぽくさ、 ね、愛のあるセックスはしないみたいなこと言ったけど、はい、お前できねえもん。誰かを愛するって言うんですか、僕は。いや違う、じゃオフパコができないっつってんの、お前は。ノリコ以外だ、お前ノリコと何年付き合った ?1 一年半っすべ。その間、浮いた話っていうか、なんかそういうお誘いメールとか、何件あったいや、結構ありますよ、何件あった誰から何件あったリスナーから2件です。それ、あれだろサクッとらだろフ <laughs> <laughs> それ。 サクットラと解放だろ。あのサクットラの顔知ってて言ってます。知ってて言ってます。言ってます。サクットラと解放だろ。いや正直サクットラいや正直サクットラと解放ですよ。悪いんす。だろ。悪いんすか。だろ。はい。お前さ、ね一年半付き合って、はい。サクットラと解放からおウバコのお誘いがありましたと。そうですよ。お前この先絶望だぞ。な何が絶望なんですか。今サクットラと解放もいないんだよ。 サクッドラはいないですけど、解放は別に僕のリスナーすよ。じゃない抱抱くってことあなんで、お前にほかに誰かいるのか、オーバーしてくれるリスナーが。いないだろうが。いないですよ。いなかったら、お前のりこに戻んだろうが。いやいや、戻んないですよ、戻んないですよ。いや、お前はもう。いや、戻んないです、戻んないです。100%戻んないですよ。じゃあお前どうすんだお前。車の免許ないで。お出かけするのにどうすんだお出かけするのにどうするってどういうことですか お出かけしたいなってあるじゃん。これちょっとこの家具買いたいな。はい、車ないですあなた。ああでも電車バスで行くの持って帰ってくるあ。いやでも僕それでずっと三年間生きてきましたよ。車なくても。でものり一年半のりこと一緒に過ごしてのりこに依存したべ。いやでもそんなのないですよ。そのでっかい買い物とかだって今今とてネ,ネットとかであるからそうそうそう。いや正直ないですよ。いやでもお前はのりこに戻る。<laughs> じゃ,あじ,ゃあじゃあ分かった、はい、分かったもう,もうお前は絶対戻る100パー戻るでもお前戻んないって言うよなはい戻んないですねじゃあこのね2018年終わるまでにはいのりこに戻,戻ったらはいもう何どうしてくれるいや引退っすよえ戻るんで引退なんてしょぼいわしょぼい じゃノリコに戻るってなんですかノリコセックスはいいんじゃないですか別に愛のないダメだよダメだよもうそれ,それダメだと思う俺一回抱いた女は抱かないって言ん<ー>そうしましょうそれいいっすね一回抱いた女は抱かない、うん、いいっすねそうそうしましょうじゃもう釣った魚に餌やんね、はい、みたいな、はい、ああそうっすねそうしましょうそれはいいっすね、うん、かじゃあかったもう和道の方向性としてはこれからはふわっちでやってる女性配信者みんな口説け関東の人間まあ関西でもいいよ別に口説く 口説いてオウパコ持ってきてオウパコ半身じゃあなるほどなるほど要はそれをやることによって要は有言実行となるほどなるほどなるほどお前はジゴロになるんだよお前はプレイボーイなるほどなるほどいいっすねそれジゴロ系いいっすねはひどんなからいけまずなんでオカマなんすかいきなりオカマじゃないよあの子は女の子ゲイかいや女の子あの子はいやもういやひどんなまんざらでもなくなったらどうすんすか いいじゃん。だってひどんなお前より閲覧持ってんだよ。言っちゃうお前は食っちゃうんだよ。お前よりお大手よ。<ー>あの女、あの女抱くわけだよ、自分で。ひどんな抱くんすか、僕が。だって抱いたらひどんなのリスナー全部お前のものになるわけだよ。早い話。まあまあ、確かに配信に生きてる感じしますね。意味わかそういうこと。はいはい、ひどんなを食ったってことだよ。うん、確かに。うん、ひどんな殺し。じゃあそう もうだプレイボーイになってワドは、は。だからそれでノリに、ノリコに、はいはい、分からしてやるんだよ。お前が逃がした魚はでかかったよ、ね。なる,なるほど、なるほど。でもそれはちょっといいっすね。いいっすねそういうこと。はい、分からしてやるんだよだお前もう知らないよって。俺、こんだけ遊んでておい、ね、お前みたいな、ミーラーみたいなババアに戻る理由ないでしょ、はい。なるほど。俺にはひドんながいると。はい そういろんなとか、まあいろんなね、そのいたばばだ。はい、ガチャめのばばよりもいいおんないくらでもいいんだよ。<laughs> いや、ちょっと待って、いたばばはガチャめじゃん。ね、いや、ちゃうちゃうちゃう、のりこのこと。あ、はいはいはい。 まあだからとりあえずお前はそれでまずわかりました。なんてうの歴戦だよね。もう戦争を重ねて戦いを重ねてってお前は実績作んないと。かりました。ちょっと口説きまくりますよ、ふわっちのお前。だからいろんな配信者じゃん。まず琴カとかいるじゃん。抱きまくれ。わかりました。わかりました。もうお前はリ子がいないんだから。わかりました。怖がる理由ないよ。そうっすね。確かに。フリーですからね、僕。フリーなんで、お前はフリーランスなんで。え、琴カ口説いていいんすかあ、全然いいよ。全然いいんすか リナネコとかもくどいていいんですか小ちですけどあもう構わねい。俺は構わない。俺はもう全面支持する。もう抱きまくりますよ、僕。ワンワン。抱きまくる。あばれろ。ワンワンとか、七色とか。ああ、いいね、いいね。もう全部食いますよ。でもお前、ちょちょリーヌとかなんで叫んだよ。なんでお前、そういう綺麗いどころばっか行くのねお前、ダメでしょ、それ。卒業。今、守りに入ったよね。 まあ、ジョジョリーヌ今もね、あのジョジョリーヌでロンダリの元カノで、はいはいはい。なんでジョジョリーヌとか、はい、ね、いろんな逸材マヤコとか、いやいや、じゃ大手からやっぱ攻めてくっていうか、あ、ジョジョリーヌとか、そうそう、上から行かないと下は余裕だよみたいになったらなめられるんで、そうそうす。やっぱ上から崩していかないと、なるほどなるほど、そういう作戦です。ローが、そうですそうです。盛り上がるよな。そうです。天下取りに。じゃ誰が一番最初？まあワンワンっすね。 あ、うん、なんでそこで無難なところ行ったの何 <laughs> でそこですげえ難攻不落でもねなんか村みたいな場所行ったら <laughs> おめえなんか城壁がね村行ったなおめえ、はい、そうですねうん、うん、じゃあ古都家から行こうかなまあまあ古都家がまあまあことか結構ことか口説いたらでもまあ株上がりますいやーこれは大したもんね、はい、お前がことか。はい 払いましたね。払いますね。子とかが子供は寄り目、そっくりな子供がお前だよ。目が寄ってることも。あれあれ目寄り目じゃないって。あれ子とかちゃん子とかちゃんの子供寄り目じゃないって。もう完全にお前の血だよ。はいはいはい。お前の血以外何もないよ。はい。バあともう最後は爆走で決めようかなと思ってますね。爆走爆走と爆走と愛のない結婚。 そうそういうことで金だけの金だけのもう本当にああくまで金だけの感じ仮面夫婦みたいなもう仮面夫婦っすねああもういいじゃん絵ができてんはなわど何「とかどれぐらいで落とせんのとかまあ正直俺が電話かけたら一発っすねああもうじゃあ何「明日にでも」って感じいやいや連絡先知らないっすけどまあまあとかは多分俺に惚れてますよななその自信はどっからくるのいやもうそれはもうさっきコメント書いたんすよあっ琴か来たんだ いやの枠で僕がコメント書いたんですよそしたらまあ惚れてましたね目見たらどんな感じだったわど名前変えたんだかっこいいみたいな感じでしたそういうことはいそうそうそうもう完全に意識してんのもう完全に意識してるのコトカ惚れてますね僕にどうすんのどうすんのもしこれでさいやだから腹ましてやりますよ腹まして子供産ませる当たり前ですよアナルセックスなですよお前認知しちゃダメだよ認知しないですよそんなもん知らねえよ知らねえよですよ てめえが勝手にっていう感じですよ。うん、<れ>ちょっとカメラ目線で琴賀に、なかいう感じで言って、うん、その捨て台詞みたいな。知らねえよ、てめえがうめえよ。<laughs> みたいな、もうそういう雑な、<laughs> 雑な感じですよ。うわ、ん、童貞の感じが半端ないな。<laughs> なんすか、それ。童貞感になめないよね。なんっすか、童貞感。童貞じゃないですよ <laughs>。なんか、あの、童貞感。うん。 えーそうなのかなーいや俺は多分えでもそれあれですよ鮫島さんも気をつけないとオカリナさんまで行く可能性ありますよ僕それくらい今極悪違うですよそうですよあ<ー><え>オカリナお前のこと大っ嫌いだよマジですかクズマイって言ったからクズマイバカにしたからもうお前のこと殺したい,っつっていオカリナさんも僕ターゲットですからもうこうなっちゃうあそういうことだもんそうですもう全部リスナーなのにリスナーも配信者ももう全部えっじゃあ何もしかしてはい、はい ってことはもう完全に言っちゃえばそうだな、じゃあカップル配信やってるのは誰だ。誰だろう。うあれがゆかちも。まあもうゆかちなんてもう本当にもう。完全に狙ってるってこと。スパンキングしながらアナルセックスしてますよ。 どういういことケツツ叩きながらアなルセックスするぐらい僕は乱暴なセックスあのバックからってことバックですよじゃあヨシエもってことヨシエもスパンキングしながらヨシエ行けよお前最初は <laughs> えらいこっちゃえー、らいこっちゃって言わせますよお前だって関慎吾と仲いいじゃん仲はよくないですよまあでも一回コラボやって、うん、あいつ警察に突き出したじゃん一回だけですねはいではだからちょっと関ヨシエ行こうよヨで し、うんぼを息子にするとかああ面白いですね面白いで,す、ね、でそこからお前若い女に走るんだよああなるほど,るほど金でババアは金でババアをああもう遺産全部お前は,じゃあ要はそうだい旦那になれば金なんでそうですね遺産全部吸い取って遺産狙いでしえと関でながらのことか <laughs> もう最低な男ですね本当。<laughs> いやだから最低な男なんだよはいはいはい、はい、もう最低だダメなんでそこで最低って思っちゃう えお前何最低だと思った今いや最高ですね、配信者として。だよね、だよね、だよね、そういうことやりたい人間がそれを最低だなの言わないよ。ちょっとまあ、手始めに遊びで今からリナネコくどきに行きますわ。リナネコはい。まあ、今いる手ごろの。ダメだよ、手ごろなのか、それは。いや、もう手ごろですぐお前じゃあいよ、リナネコ、だって距離があるじゃん。いや、LINE してますよ、僕。今、かけますよ。いや、LINE してても。まあ、確かに。いや、俺も知ってるけど、やっぱり。 はい、まあ一応、まあ、付き合うわけじゃないから距離なん関係ないんだけどそうですよパコれればいいんですよパコどうするあいつが東京来てさ、はい、お前と会って、はい、お前の家に座ったらいやもうぶん殴りますよグーでグーでグーでぶん殴りますよ腹パンですよ腹パン、うん、ドーンですよでもねほらリナネコはほら今トレーニングとかさ頑張って、ねはい、子育て頑張ってやばまザー狙うのは違うと思うよじゃ,あじゃあ朝日なんですよ ああにエミタンはいエミエミをエミタンクドキ落としエミタンかでも大阪帰っちゃったんじゃないあれああどうなんだろうな、うん、だ吉けよなんでお前吉を避けるんだよ <laughs> なんで避けるんだよ <laughs> <エ>だ金あんただよもう生活でま,まあ確かに確かに左打ちだよ確かにうんうん吉池行って吉池タン行ってはいお前そっからこのかとかにもういやもう全部行けますよ全部行けますもう 手当たり次第全部ダメ。そうなメ、そうダメです。そうダメです。だからハヤる取り目は誰だっつってんだよいやだから今やってるリナ猫とかまあ七色とかでいいんじゃないですか。うん、だから、なんでそこに走んなだ,だって今やってるやつらないでしょ。こいつら閲覧ないでしょ。しょら知らないっすもん。なんだかんさっきは大手行く大手行くっつって。いやだって大手ってだって上から見たらだってリナ猫と七色しかいないんですよ。よしえが一強だろうがよ。だかよしえさん今放送してないから今リアル,タル。今してなくなんで今してる理由があるんで必要が。 えなに今この時間に吉江さんに電話かけるってことですか行くんだよ俺車出してやるから今から今からえ何埼玉じゃなくてえお長瀞長瀞長瀞行くんすかいやもうめんどくせえ<今>マジでいやだから違ういやいやじゃあ何リナネコとか何愛媛でお前どうすんだよ何がは進展すんだよ いや、やや関東の女から口説くっていう話なんで,すよで今から車出すからって意味わかんないっすよ。だ埼玉関東だろお前いや関東のおお<前>長瀞めちゃめちゃ遠いんすよワドワド,ワド俺はお前の声上演してる何言ってんすかしかも僕 w i フ f i も Wi−Fi 持ってないっすか,らだからいいじゃん別に俺のテザリングがかかできんべいな多分テザリングできんよ。<laughs> いいできるでしょうけどでしかも多分 30GB ぐらい余ってるから俺、はい、<laughs> 使わねえから <laughs> いいよだからヨシエだか花買ってな新宿で花束買ってくどきってお前だからなんかスーツとか持ってないの持ってないですよなんで持ってねえんだよ持ってないでしょ配信者にスーツ持ってんのなんかゆいがさんぐらいですよいや俺持ってるよ当たり前だけど持ってるよ当たり前じゃん持ってるんだ持ってるに決まってんじゃん逆に持ってないやつの方が引くわ持ってないですよ僕あじゃモンスターだぞお前乗りこなせんのかいや大丈夫ですよヨシエは歴戦のモンスターだよ 大丈夫ですお前なんかペロリだよ。いやもう僕年上受けいいっすから、なんだかんだあ。結構ね、年上好きだもんね、あとね。大丈夫あのだってね、老人詐欺やっただけあって。<laughs> やっぱね、老人はターゲットだもんね。ちょろいもんね、老人こびへつらいわ。僕は、あの、年配の方から受けますよ。そうそう、ではい、それで詐欺やったもんね、昔。じゃあ分かった、じゃあ長瀞行こう。いいいい住所知ってんでしょ、家の。知らないっすよ、僕。知ってんだろ、お前。嘘つくいや、本当に知らないっすよ。誰か書いてくれんんよ うん、そしたら俺カーナ並もあるしまあ、とりあえずだから向かいってあるから <laughs> 行動力半端ねえなほんとにいや暇なんですよ <laughs> だからそしたらワトを置いて帰るから俺はいやそうしたら配信できないって,ってだ,か <laughs> だからだから <laughs> よしえんち入ればできるでしょいや,いやよしえさんと会ったことないから俺だから会ったことなくてもお前何じゃ何お前ことかとか会ったことあんねんないっすねりな猫は みんなでこは一回だけありますねあ,ああ、はい、でお前そんな女は苦労事でお前なんで今チェリーボーイ出したの今発症したの一緒会ったことないもんとかそんなチェリーボーイでしょそんないやもうまあ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 ,あ何よしえが怖いんだいや怖くないっすよあビビってんのいやビビってないっすよいやビビってんでしょだからういや朝比奈やってるんで朝比奈から行けませんだから大阪にまでは行けないから<何>奥っていや新宿いるでしょ 朝比奈今どこにいんのわかあれ自分の家じゃないのあれえどこなんだろう昨日ホテルにいましたよねんかさっき映像出して配信してる時絵美ちなんか自分の家っぽかったけどあどうなんだろうちょっとわかんないですねラジオ配信新宿にいたら行けよまあ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 ねえみたの連絡先は知ってんの知ってますよ朝日奈あ本ほんとじゃあ絵美たんに連絡してじゃあかった 今日あと20時間で、えみたんとパコれたら、はい、ちゃんと、はめ撮りの画像映像撮れよ。ちゃんと証拠撮って、それを俺に見せたら5万。<laughs> お前に5万あるよ、あと20時間で。はいはい、今日中な、はい、?3 月10日中に、はい、お前、だめだぞ、のりことのはめ撮りとか見せたら、俺ぶん殴るから。い,いりますありますけどゃ。いらねえよ。あとで,で送っといて、LINE で。<laughs> 拡散するわ、ツイッターで。うん とりあえず絵みたんでわかるやつをちゃんと証拠ねちゃあの顔写真からのハメ撮りとか一緒にお風呂入るとかあ大阪帰ったみたいですねあ大阪帰ってんのじゃダメだもうダメっすねパコれないっすねまあまあじゃあ長瀞行こういや長瀞は行かないえっ何ビビってんのいやビビってるとかじゃなくて結局のりコに戻るんだ行きますじゃあじゃあ行く行きます行くのお前がだビビってんだったらいいけど別に。 いやお前からなんかさなんかちょっとなんか恐怖を感じんねお前の目から今おそろえおのいてるのいやいや僕はもう極悪非道キャラでいくんでだよなだよな女なんか女女泣かせてなんぼっすよそうだよね女なんかどうでもいいそうですそうですそうですもう女なんかいらねえよっていう俺の性欲の吐き口そうですそうですもうあくまでだよねズバリそうだよねそうですそうです 目が泳いでんだよさっきからいや泳いでないですよもうほんと女に優しいやつとかはもうダメですよ DV 最高ですよ DV 最高女なんか殴ってなんぼレイプしちゃうもんねワドこれからそうっすねもうほんとにえレイプはやめようよそうっすねレイプはやめようレイプはみんな悲しむからかんのひどい目が寄ってるな目が寄ってるの生まれつき生まれつきですあ生まれつきがかんだったら何してもいいそうですよかんだったらもうその後何やっても構わねえですよ あんんだろもしあの和道さん知らねえやそんなの。和道さんの産むか産ま<や>おめえが決めろよ聞。聞いて、和道さん。私、うん、あなたの、ねあなたとちょっとに関係持って、生理が来ないの。一か、うん、月来ないの。うん、もしかしたら、和道さんの子供、身ごもったかもしれない。金杯、うん、のことだろ、うそれ。いや、違う、和道さん。金杯に言えよ。金杯に言え。でも。 今年も和藤さんとしか関係持ってないし嘘つきがだから私和藤さんと一緒になりたいなるわけねえだろえなんでうるせえようるせえよパンああそういうこともうそうですよえもう何そんなになっちゃうのそんなんですよ僕はもうそんなごめんなていでも昔からそうでしたから僕はああそっかそっかそういうやっぱそういう血はあったねそうですそうですそういう家系ですからはい 家系がそうですからはいそうですそうですもう千葉の島津家はゴミ屑だってゴミですよゴミ狂犬ですよ本当に女に女にだけはもう強いですから女子供にはめっぽう強いですめっぽう強い女子供老人にはなそうですめっぽう強いやつはもうひっぱたくんですよそういうやつ強いやつにはもう媚びへつらってもう一生ついてきますみたいなそうだよねもううり上手そでですす強いやつの味方よ そう、じゃ分かった向かい行くわえな何が何何何何え行かないでいいのえっほに言ってんですか当たり前じゃんじゃあ行きましょうじゃあ行くはいそしたら多分今からい。本当に5時には着くなたもう今もう今もう出れるんで僕マジですかあのスタンバってたんで もう暇で暇でねちょっと面白いことがねえなと思ってなるほどじゃあ行きましょうあだから長瀞に置いて俺帰るからだからそしたら配信できないっつのだってだって嫌じゃんあんま長々としてもまあ確かにだるいっすねねでまと今お金あるいくらかいや1万ぐらいなら手元にある。あ大丈夫大丈夫俺も一万今1万しかないんだよねあはいはいまあそれくらいの動してないからちょっと待ってゴミ出そう はい、ちょっと待ってね、はい、そしたらじゃあね、はい、とりあえずじゃあ和ドんちはわかるから、はい、ナビに入ってるからあちょっと待ってくださいなんか善一さんと関慎吾さんコラボしてるんで多分、うん、埼玉にいないですよ慎吾さんだってよしえはいるじゃん <laughs> えお前慎吾,吾じゃないでしょ会うのは <laughs> えで息子無視してもう親玉取りに行くんだ関,関,関係ないっすね 関係ないだろ。関係ないお前何？お前で言えばセックスに。そう関係ないあん息子の両下いるの？あ、いらないです。いらないです。関係ないです。いるんだったらいいんだけど。関係ないですね。関係ないでしょ。関係ないです。関係ないです。はい。だって和ドがやりたいんでしょ？そうですね。やりたいつがまあ相手してやってもいいぞって。いやワドがよ吉江さんとやりたいんでしょ？やりたいつがまあだから大体やってもいいみたいな感じですよ。 だからそうでしょ、はい、でやりたいんだから。はい、だらそれの関係ないじゃん。息子はなん確かに、確かに。自分一ミリも。はい。一、はい、ミリも関係ない、ね。もちろいない方がいいじゃん。確かに、確かに確かに。邪魔ですね。出てけって感じですじ。邪魔でしょ。ははいはい。逆に。はい。はい、<laughs> 電波悪いっすよ。もしもーし。し多分外出て Wi-Fi 切り替わってんな今。 もしもしはいあごめんごめんごめんはいだからねお前の息子ねだから要はお前のババアをはいねえいっちゃえばセックスの対象に見てるだけなんだから確かに確かに稲にしたことないじゃ確かに女なんて性のはけ口ですから当たり前でしょはい女確かにまあとりあえずだから今からね向かい行くから了解っす今ゴミ出したしまあ待ってますまあ俺暇だからはい了解っすよしえんとこはい まあとりあえずね。そしたら話せよ話せよ。なんかね。いや、ワード多分ひよって寝るからこいつ。俺起きたばっかりなの大丈夫っすよ。お前じゃん、そうやってさ。なんか眠くなったんで寝ますとか言うじゃん。はいはいはい。最近体調悪いんすよ。体調が悪いとか言うじゃん。はい。お前俺金使っていくんだから。はいはい、確かに。だろはい。じゃあまあとりあえずだから、じゃあどうすんのとりあえず、寄席に会ってどうすんのいやだから。 おちょっとベッドどこですよ一言目は <laughs> いきなりはい布団引けですよえ何もうなんか前意とかないんないですよそんなの即釈即入ですよあ即しゃぶらせるってこと即,即釈ですよ当たり前ですよやばくないそれいやもう僕はそういう男なんで本当にえわでもそうだっけいやもう僕は昔からそうですよ悪ですからえノリコにもそうだったそうですよ シャワーなんか浴びないですよ。えー、悪じゃん。悪です、悪です。えー、そんな極悪だっけ、和道級いや、もう生まれ変わったんではい。もう前期。そうですよ。前期なんかしないですよ、僕。えー、はい、そんな極悪なのはい。和道級はい。えー、マジか。はい、え、じゃあに勝率はどれぐらい和道の中で ?100% っすよ、えー、僕が口説いてるんですから。 100%, 100ですよ。だだだよよって難不落いやいやもう本当に。一瞬ですよ。<え>一瞬。会った瞬間ですよ。会<瞬>、はい、った瞬間会った瞬間ですよ。会った瞬間<そ>いや、襲うつかもう向こうが惚れてますね。あ、何もう何その気があるってこと当たり前じゃないですか。え目で落とすんですよ。会った瞬間に襲ったらレイプだよ。 まあ,まあまあそこはうまくやりますよだから好きああのラリクラリとそうですよかわしちゃう系だってことそうですそうですまあおもう本当落とすの得意なんで僕本当にはい本当かなうん大丈夫大丈夫ですよ余裕っす大丈夫大丈夫っす,かす,かす大丈夫っすじゃあとりあえず長友で下ろしたら俺帰っていいんでしょいやだから放送できないですよ放送したらえなに放送しながら <laughs> いやまあ、だ FC2 アダルトですいやそれは自分で何とか用意してよいやだから用意できないから言ってんじゃないですかいやいそれはよしえの家でいいじゃんうんもしも,もしもし聞こえてますよ聞こえてるはいよしえの家でやればいいじゃんよしえの家でやればいいじゃんって中トロに送ってそのまま返すんですかだって俺帰りたいじゃんいやっていうかバッテリーとか用意してないですよ僕 用意してないですよ。って、別にバッテリーいらなくない <laughs>。オフいや、口く,くんでしょ。いや、くどきますけど。くどくのにバッテリーがいるか。いや、配信回さないでやる、やらせるつもりなんですか。え、なに、配信回しながらセックス。いや、全部ですよ。全部。どういうこと。いや、どういうことって、配信者っすよ、僕。うわ、ん、わかる、わかる。はい。カメラ回らないと。テンション。えじゃあさはい。 とととのセックス見たいと言うと思うい知らないですよ、そんな。関係ねえですよ。え、そんなに暴虐無事になっちゃういや、もう本当、あれくれてるんで、僕、失うものないんで。自分の欲望のままにしてそ,そうですよ、そうですよ。知らねえようです。れはまずいと思うよ。いや、知らないですよ、そんな。え、いやいや、和く君、いやいやいや、和く君。いやいや、僕、そういう感じですから、生まれた時からなな。どうしたんどうしたん僕、悪魔の子なんで。それは知ってるけど。はい、もう大丈夫ですよ。

もうでもとりあえず何じゃ今から行くじゃんとりあえず和藤君拾うじゃんはいその後はいどうするのどうするも何も出会ったらもうこっちの勝ちですからえもうそんな感じあもう僕はそういう感じですよええーはい、んか会話とかはないの会話はありますけどまあ会話はあるんだはいあどうもなんだえ和藤君なんだどうしたんだよしいだよご無沙汰だろ あー久しぶりっていうか会ったことないよあんたとはしげえよセックスの話してんだよよしああなにあたしがもう30年ぐらいやってないかねうんとりあえず布団引けよ布団を引けな,なんだなあんたいきなりってい,のいやもうならないですよそんなそ,そんなんなんならないですよもうほんとにそんなにならないならないですならないですどういうこといやもう勝手に引いてますよ僕があったらああもうなにもう準備しちゃってる準備してもう鮫島さん早く帰ってみたいな空気出ますから じゃ、あ俺は帰っていいんだね。そうなったら帰っていいんですよ。わかった。わかった。じゃ、あもう。そういう話がまとまったら帰る。そうですね。そうですね。じゃ、ああとはもう若者に任せる、はいね。そういう感じでお願いします。はい。あ、そういう感じでわかった。わかった。わかった。はい。そういう感じでもう。それまではやっぱり、その帰れって言われるまではやっぱり帰ったら。はい。なんで。いや、そしたらほら、あの、もう大変なことになるんで。何。大変なことって。いや、もう本当になんか。何、何、何。 大変なことっで何？いやだから電波がないとか。それは知らないよ。なんだ。うん。てな。天王は多分もう濡れてるんじゃないですか、ヨシエさん。あ、そうなの。今。濡れるのかな。いや濡れてると思いますよ、今。だってもう八十マジかよ。いやもう本当に濡れる。濡れるの？ビッチョ濡れる。ワなんでまだに携帯とか契約しないの？いやブラックだからですよ。いやじゃあしなよ。いやドブラックなんですよ。 なんか、キンワイマックス持ってんじゃん。え、キさんブラックじゃないんじゃないですかじゃあ。いや、ブラックでしょ、あいつ。いや、わかんないっす他人名義なんかな。うん。いや、ブラックだからとか、できんじゃないの何年前ブラックやったのいや、たいや、何年ぐらい前だろう。6年、7年前ぐらいだと思います。だったらもう多分、たぶん、端末代、まあ、ローンは組めないかもしれないけど、はい。契約できんじゃなのい,いや、クレカがないとダメらしいっすね、最近。 いいいややななんんかワイマックスだって金馬くれかないじゃん、はい、いやでも口座引き落としもブラックだったんですよまあとにかく無理っす口座引き落としっていうのがワイ、えー、モバイルっていうところであるんですけど<っ>ブラックでしょ、ねうん、多分ソフトバンク何ブラックでそれもブラックなんのないやな,なるらしいっすよえ何口座引き落としのやつをブラックにしたってこといや違います違います携帯のキャリアですソフトバンクだかどこまでかああキャリアの、はい、なんでなんでいや払ってなかったのがあるんですよ だっもう7年ぐらい経つんでしょいや多分確かブラックが外されるの10年ぐらいかかるんですよ。いや7年だよ7年。いやどうだろう。うん。多分なんか多分ローンはもう多分一生外れないと思うけど。まあまあ無理っすね。はい。じゃあどうすんだお前配信者として。いやだから困ってたんですよ。困ってたんすよって何いやど,どうしようと思って。ああ。どうやって契約しようっていう。はい。 だから、とりあえず、女に契約させるしかないじゃん。いや、だから、のりこいないですからね、もう。え、なんで、のりこに契約させりゃよかったいや、だから、契約してあげるよって言ってたところで、別れちゃったんで。あ、じゃあ、もう一回、もう謝んなよ。<laughs> そこは。<え>謝って、はい。ちょ、くにすりゃいいんだよ、お前が。いや、くには大好きですから。いや、くになんかしないですよ、僕は。 いや訓二なんかしないっすよ僕はいや、その前その前んに大好きって言いのしたいやいやんにはしないっすよ唾ペッて吐くぐらいっすよほんとにああじゃあさあ分かった俺行くのめんどくさいからさ一回のりこに電話してめんどくさいいじゃや、そんなことはないよのりこに電話してもし携帯とかの回線契約してくれんだったらより戻してやるって言ってやんなえいいんすかそんなんで 多分お前の電話待ってるよノリコは。まずですか。じゃあ電話してみます。はい。電話してみます。うん、はい。じゃとりあえず俺一回もうめんどくさく眠くなっちゃったから。<laughs> はい。わかりました。赤取るまでいきらんねえこんなの。<laughs> じゃノリコに電話します。とりあえず電話じゃ配信見るから。はい。失礼します。はい、はい。グラッチェ。グラッチェって言うんだ。うん もしもしもし,もしはい。俺いろいろ全部いろいろ考えたんだけどちょっと1時間ぐらい、うん、全面的に俺が悪かったわ紀、うんのり謝りたいなって思うんだけどごめんね、うん、のんちゃんのこと全然考えてなかったわ俺。うん、悪かったわ。 うん反省してるのりこが死んだら悲しい俺うんうん許してくれんのうん許すうん俺のこと携帯の w i f i も契約してくれんのうんじゃあ今から来いよのりこうんうん待ってるようんうん あんことを通帳とクレジットカードを全部持ってきてうんうんあの個人情報住民票とか,あいなんか、ま、全部俺に預けてもう俺を信じて来るかないけど来るかなくても愛してやるよ一緒に行けよう分かったうん待ってるわうんうんはい,いよじゃあね もしもし。うん。うん。運転できんの。うん。うん。はーい。うん。よし。うん。っ待って。今日は電話がいっぱいなんだ。っていうか、みんなアイテムちょうだい、アイテム。そう、アイテムちょうだい。みんな投げ忘れてるから。アイテムちょうだい。 わどういやもう本当にしやよかったな。ちょろい女でしたよよかったなワドーい <laughs> 住民用とかちゃんと金庫に入れとけよああもう全部全部全財産奪い取ってやりますよああそれで、ね、もう次は落とせへんだからはいそうっすね お前の情報握ってんぞとか。そうです、そうです。もうハメ撮りとか。ハメ撮りとかいっぱい撮っとくんで、ね、僕。あ、もう、そう、もう、いっぱい撮っておくん。骨の髄までしゃ。骨の髄まで、もう、しゃぶってやろうと思ってます。いや、純愛だな。本当に純愛ですよ。純愛だな、ななんか、和道の話聞いて、さほっこりしちゃってさ、俺。マジですか。いや、なんかね。はい、恋愛きい,いな。 サイコパスですよね、鮫島さん。誰が？いや鮫島さん。俺が。<laughs> あの一回病院何で何でいや一回病院行った方がいいですよマジで。何回も病院行ってるけど <laughs> 医者に差次投げられてるから。<laughs> 多分れまだまだ何か病名がついてない精神病だと思います。うんいね、はい。病気じゃない人格障害。<laughs>

3年ぐらいは、ねまあ罰、罰です、罰です。罰,す罰,罰として、当たり前ですよ。手こきしかさせないですよ。当たり前よね。うん、触れるだけありがたいです。そうです、そうです。はい。まあ、よかった、よかった。はい。ありがとうございます。まあ、いや、とんでもない。はい。 まあいつでも相談しなわかりましたちょっと詰まったら雪詰まったらちょっと鮫島さんに電話しますあ,あ,あ俺らあのフレッシュな情報提供しちゃったら <laughs> 了解ですありがとうございましたはい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 グいッいはいただいまああアイテムありがとうみんなアイテムありがとうごめんねなんか花火こんなにもらってんのに挨拶できないで 最近はね、花火ありがとうよりもね、ちょっと配信を優先するようにしてるんで、ごめんね、もらった人ちゃんと読んでるからね。なんあれでしょ、さゆきちゃんでしょ、花火くれたの。花火くれたの誰だえー、っと、みのむシさんありがとう、ちよちよさんいつもありがとう、さゆきちゃんたくさんありがとう。あとは、ジョージャクちゃんがハートくれたのあ、ソソがバーガーくれたのか、ソソバーガーありがとう、えー、っと、女2号さんありがとう、風船。 えー、ヌートリアさんも風船ありがとうあと,あと風船くれたの誰だろうごめんねみんなテミさんかいつもありがとうねタツヒコいらっしゃいいや恋愛禁止だけど愛のないセックスはするから愛のないセックスするからほんとにちょっとコーヒー買ってきてもいいちょっと疲れたわなんか2時間しゃべりっぱなしだからコーヒー買ってきていいちょ300人見てんのに申し訳ないんだけどまさかこんな展開になると思わなかったからさコーヒー買ってきていい いいろいろ考えよこれからのこと、これからの俺らについて考えよコーヒー買ってきていいか聞いてんだよ。なんか言えよ。買ってくるよ。寝てんのか ただいまミー今日天気いいねみんな起きてんの使ってないポッケファイあるしクレカもあるが渡したくないあ俺の女になれないよあみ、もう身も心も何もかもボロボロにされたい人募集中だから 和道に全てを捧ぐっていう女ざいだめだよやっぱケピんだろうタイムラグがすごいのかなコメントが少ないなケピ <laughs> <KP> クララさんありがとうありがとう海野さんハートありがとういや女の配信者絡んでくようん絡んで絡んでく全然絡んでくよもうもう言わせない何もノリコに あ、フォローもたくさんありがとうね。フォローしてくれた人ありがとう。サンキュー。嬉しいな。フォロワー4000人超えたよ、みんなのおかげで。5000人目指して頑張ろう、次。やっぱね、スキャンダル起こしてなんぼだからね、配信者は。スキャンダルのない配信者はもう終わりだから。ビビったら負け。配信者はビビったら負け。 破破天荒に行こう破天荒荒ににこうひかぬこびぬ帰り見ぬセゴロンチケットすごいね10分で完売だって10分で完売便所さんから俺のメールっていうかなんか「やったぜ」っていうメール来たよ10分で完売ってすごくないもっとでかい箱でもうまくいったんじゃないのこれ10分で完売ってすげえよな たくみさん手に入ったのかな大丈夫かなパイナップルさんいらっしゃい頑張るよありがとうフォローしてねいやリナ猫く口説き落とす自信あるよ俺 リナ,にリナネコ口説いてみようか。え、っていうか多分リナネコ俺のこと好きだよ。リナネコ。リナネコ。リナ猫に。リナネコ口説いてあげようか。やばいよ。リナネコ。一瞬で口説けるこんな女。あ、チケットに入った。よかったよかった。 くどいてやるよはいもしもしはい好きな男いんの好きな男うんなんでいやいやちょっとよく見たらお前すげえいい女だなと思って意味が分からねえけどいきなり <laughs> えどういう男が好きなのロエスああ俺 S っぽいわちょっと。 なん <laughs> の話いきなりいやいや。正直俺 S だと思わない。思わない。思わない。ないうん。<お>和道さんは S やと思わない M。うん。男いんの。いやおらんいませんよ男は。どういう男が好きなの。ギャップがある人。ああ配信者で言うと誰。ナーボー。ナーボー。ああなるほどね。 お前俺と付き合う。お前俺のこと好きだろう。正直。<laughs> 好きじゃないですよ。いきなりなんで、なんでそんないきなり好きとか聞いてくるんですか。いや、お前俺のこと意識してんだろう、絶対。いや、意識してないってさ、かるちゃう。<分>いやいや、本当に。テルの家で、会った時、そう、ね。惚れてたろ俺のこと。いや、惚れてない、食べるだけやんだって、和道さん。はい<え>。<laughs> 食べるだけやったやん。いやいやいや、お前色目使って、俺のこと見てたじゃん。 いや使ってないしじゃありの鍋美味しかったですかいやもうくっそまずかった本当にくっそまずかったわ <laughs> なちょろいだろうあもう惚れてるわあいつあいつ惚れてるわ、うん、あお落としたね完全にもう意識してるよべた惚れべた惚れだよあんなの。 破天荒だから、うん、破天荒モテオだからモテオあリナネコ俺に夢中だわ、うん、リナネコ俺に夢中、うん、もうバンバンこ,こういう感じでやってくからほんととことんとことんやってくよ ワンワンくどこじゃワンワンくどこ俺どんどんいくからもう生まれ変わったんだよ俺次もうふわっちの女全員孕ませるからはいワンワン次ワンワンいくわ はいもしもし久しぶり元気あ元気ですなんかあれじゃん最近フワッチ多くないああの今月ちょっとあの<お>フワッチ全然やってなかったじゃないですか私うんやってなかった最近多いよね今月入ってから最近ちょっとやろうかなと思ってうんいやだからトップ画面で見て<あ>なんかあれ綺麗になった最近あずっと綺麗ですけど <laughs> いやずっと綺麗なんだけどなんか髪型が、はい、なんかあの可愛くなったからどうしたん男でもできたのかな髪型かよ髪型かよいや髪型じゃなくて雰囲気が雰囲気が可愛くなったなと思ってうん本当ですかうん,んか男いんの男できたっしょいや男いないっすけどそれ嫌みっすかすい,やいやいや嫌みじゃないから嫌みじゃないから3か月前ぐらいに振られたんすけどえワンワンえっ誰に振られたの えああ小物小物おお<ー>名前も知らないようなレベル14ぐらいのやつ2な玉のえなんで仮想なまぬしと付き合おうとすんのワンワンもう大手なのにいや大手じゃないっすよ私まあまあ中堅ぐらいか中堅でもないっすよ、うん、いやでもワンワン実力あるんだからさもっと上のクラスの男と付き合えばいいじゃんじゃあ付き合ってくれるんですか付き合うでも私九州っすよ今 いやいや関係ないでしょ遠距離で俺ワンワンのこと結構いいなって思ってるところあるよだけどあの竹串で刺されるから和どさん別れた別れた別れたもう俺今女いないねっ、うん、じゃあちょっとじゃあ私のことも視野に入れて考えてくださいいやいや違う違う,違う,違う俺お前と前お前と付き合いたいから今電話してんだけどえ逆にいやだから口説きに来たんだけど いや、ちょっと、それはまだ考え中です。<laughs> おお考えてくれんのそれ,それ、ね、何の条件ですか何の要件ですかいや、だからお前が好きだって言いに来たんだよ。急にいや、前から好きだったから。いや、ちょっとか、あの、のりこさんがちょっと怖いのに、いや、だからの、のりこはもう別れたの。別れても怖いもん、のりこいや、関係ねえ、俺が守るから、お前のこと。 私、ミウツさんはノリコさんがパンチしてる動画見たんですよ。うん、ああれでもうちょっとやべえなと思って。大丈夫と大丈夫。俺がお前のこと守るから。いや、ちょっと九州だから厳しいんじゃないですかね。関係ねえよ。関係ねえよ、そんなの。そうっすかね、うん。お前、俺の家来いよ。一緒に住もうよ。一緒に住むうん。もう。幸せになろう。 <え>俺お前のことをお前のことを幸せにする自信あるからいやちょっとよく分からんけど、うん、まあ正直何点例えばさ付き合わないもうかっこいい男は100点、ね、嘘ばっかりだからじゃ,ゃあワンワン聞いてもう最高にかっこいい男は100点ね芸能人とか憧れの人でもう絶対に無理なのが0点で、うん、30点以下は付き合わないレベル分からん赤点ね、うん、それだと俺何点なの今現段階で 70点がつきあっていい,いやっやっぱのりこさんっていうやつが大きすぎてのりこ抜きにして何点なんだよさんのことじゃあいいから,いいからのりこ抜きで何点か言っていややっぱのりこさんがいるからやっぱ0点になっちゃいます2点とか2点 2> やっぱのりこさんのイメージが強すぎてまずかようーんやっぱのりこさんなんかパンチしてたし失敗うん えじゃあ何俺ワンワンにはもうチャンスないのワンワンのこと口説けるチャンスないのいやこれから仲良くなっていける可能性はありますけどやっぱのりこさんがやっぱ、うん、やっぱのりこさんですねそうか分かったわ、はい、じゃあのりこと演技ってちょっとワンワンちょっと本気で考えてたよ俺と付き合うこと分かりましたうん意識してもっと わかります、うん、高めていきます意識 OK 俺ワンワンのこと,をちょっと応援してくから今後ありがとうございますうんごめんね夜中にあ大丈夫です失礼しますはーい、はい、くっそぶくっそぶすったわ全然綺麗になってねうんいやもうほんとね誰でも誰でも落とせるから落とせない女いないから リナ猫もワンワンも俺のこと意識し始めた。ちょっと、やっぱワンワンはすぐ落とすだねワンワンは速攻だったね。ワンワンクラスの女は。余裕でしょ。余裕余裕。 あ、大花火ありがとう。すげえ。あ、またかかってきたわ、今度。もしもし。もしもし。もしもし。え、ちょっと音が回ってるんだけど。もしもし。もしもし。もしもし。音が回ってるよ。回ってるって言われても、何もしてないよ、僕。あれなんでだろう。あれなんでだろう。あの、放送の音つけてる。放送、パソコン落としてるし。 えちょっともう一回かけ直せうんうんごめんね何だろうあ大花火ファンタスティックありがとうちょっと待ってねちょっとなんか不具合が出てるもう一回かけ直すわ、うん、ちょっと待ってねやっぱモテモテですよファンタスティック連発ありがとうファンタスティック連発ありがとうわかんない ちょっと待って待って待待てても,もしもしあ音も、うん、音もあるから<あ>ロハコさんの問題だよ。イヤホンとかつけてるイヤホンつけてない。スピーカーフォンにしてないよ。スピーカーにしてあるよ。スピーカー切っていや、あのー、これでいいあああこれで OK。 うん聞こえる,聞こえるあのあわしくんっていう人知ってるかな知ってるよ九州のあらわしでしょうん知ってる知ってるうちに今泊まってんだけど明日和藤さんちに泊まりたいって言ってんだけどあいいよあらわし全然泊まるっていうか何,何駅だっけえっとね西新宿五丁目駅西新宿五丁目ああねわしに俺のツイッターに俺の住所書いてあるって伝えてあ,あ 和藤さんのツイッターに住所書いてあるって。うん、うん。で、泊まる。じゃあ、泊ますくわした行くって言うからよろしく。あ、いや、いいんだけど、俺の家、泊ま。何時でもいいかなって。何時ぐらいまでがいいいや,いや、あのー、えっ、ー、とね、どうしよう。俺、大体今夜型だけど、泊まるのは無理だよ。今夜型だって。じゃあ、12時ぐらい。夜12時ぐらいで大丈夫かなってあ。全然いいよ、全然いいよ。うん、うん。OK、うん、OK。 じゃあ、そういうことでよろしくお願いします。うん、よろしくですー。はい。はい、うん。ありがとう。アイテムありがとう。ロハコさん、アラワしが来るって、珍しくないアラワしって今、どこで放送やってんだろうアラワし今、東京にいるんだ。えー。 あのね九州の中堅生主だねニコ生の多分みんなふわっちの人表しとか分かんないと思うけど実力派生主ですよトムは沖縄だよ小ヨさん、うん、そんなに変かな俺ハゲ似合うと思うんだけどハゲ許される系じゃない変変かなあロハコさんとキスしてたんだ えー、誰それ状態だろうねふわっちはわしニコ生では知名度あるんだけどなわしって何で有名になったっけ結構いろんなネタやってんだけどなあそうそう軍服着てる右翼芸の人ね右翼芸の人 軍服着てる人。なこうに接近してだっけ覚えてねえなすげえなファンタスティック大花火2連発とかやばくないファンえ大花火って一発いくらだっけえこれバグってない大花火って一発いくらえバグってないこれ大花火って一発1000円じゃなかったっけええ 大花火が1000円だよね2万円入ってきてえ二2万円ももらったの俺ありがとう2万円もくれたのすげえなマジかよやばありがとうリスナーさんが2,000円で買って俺に1,000円入ってくるんでしょってことはリスナーさん4万円もかけてくれたのやばえ大花火は2,000円でしょ なんでこんなバラバラなのみんな大花火は一発2000円だよねリスナーさんやばありがとうございますっていうかさ最近さなんかアイテムもらってんのにマンスリー低いんだけどなんで俺アイテムそんなに変わってないメガホンがなくなったのでかいよね106位106位なんだけどなんかおかしくないなんでこんなに下がったんだろうマンスリー だって42位だったけど、そんなに結構アイテムもらってんだけどな。なんでこんな下がったんだろう。あれかな期間限定かななんでなんだろう。ちょ、バグってるっぽいんだよね。あ、フォローありがとう。フォローしてくれた人ありがとう。原田さんが10位っておかしいよね。原田さん、そんな花火飛んでんのああ、アーミーおやすみ。ワンワンがディスってる。 ふざけんじゃねえよ今月はバイバイキャンペーンだからかそう全然デイリーにも入れないんだよねメガホンなくなったからまたパワーバランスが多分ね崩れたんだと思うんだよ今配信でディスってるマジかよなんて言ってんの やめてディス、うん、ワンワンなんか知んないけど、ね、実物で見た方がキレてるんだよあ綺麗なんだよねあの人90万も稼いでんのマジで絶好調だね原田さんすげえな多分なんだけど俺ちなみさんがでかいんだと思うよもともとドレさんに爆投げしてた あのちなみさんっていう人がいるんだけど多分その人が原田さんにメインで課金しまくってる人なんだよいいよなーちなみさん味方につけたのでかいよね何か言ってるなんかって何なんかってワンワンディスってんの フッチはななんか見れないからなこれがでかいよね放送中監視できないのがでかいん生活保護のうさぎ小屋って言いやがったの俺のこと。 で悪口だな生活保護リスナーを全面的に敵に回してるね生活保護リスナーを詐欺師のうさぎ小屋とか言ってんのひどいやスマホでも見れるけど環境的にちょっとね見ようと思えば見れなくはないけどうんあんまりって感じかな 音が回っちゃうんだよねそのオーディオインターフェースの関係で難しいんだよっていうか最近ねアイテムめちゃめちゃ頂い,いてるよな何なんだろうなんでこんな最近アイテム2月でダメになると思ったんだけどね 3月もうダメだと思ったけどありがたいよねありがとねみんなありがとねほんとに助かるよ、うん、あいいよいいよ全然っていうか配信者でバンドやりてえなあ電さんと企画組めねえかなステゴロあとあの人楽器できるからさ ベンジョさんとコウヤと俺でバンド組めねえかな。なんか一曲作るとかできないかな。配信者バンド。ちょっと企画やりたくないライブハウスでデビューするまで。ちょっと3ヶ月後になんかライブハウスデビューとかで、なんかバンドできるやつ集めて、企画やるって俺ありだと思うんだよ。面白そうだと思うけどね。週に一回集まって練習配信やって、 2時間とか3時間で課題で3曲ぐらいコピー版でいいじゃんでオリジナル1曲で4曲あったらライブハウス出れるから配信ができるライブハウスあるメンんャさん多彩だよねそう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 で俺ドラムとドラムはできるから、まあ、ドラムできる配信者いないと思うんだよ有,有名どころね中堅以上の配信者でドラムできる人いないからドラムいるでしょ で、便所さん、ベースできるんだよ。で、荒野、ギターできるんだよ。だから結構、ありな企画だと思うんだよね。で、リスナーが参加できる、なんか、ライブハウスに乗り込むっていう。いいよね、ありだよね。だから荒野があんまり乗り気じゃないんだよね。多分ん、便所さんに企画持ってったら、いいよ、やろうよって言ってくれると思うけど。たまあ、捨て頃終わるまでは無理だと思うけどね。 ベ,ンジョさんベース似合うよね。ハートありがとうパイナップルさんハートありがとう !3 ピースかまあ4ピースだろうね。ボーカルはギターボーカルでいいんじゃんこうやの。それかもしくはテルとかに歌わせるか。テル歌うまいから。ただねテルはね多分そのベンジョさんと俺とこうやだったら好きなジャンルって多分パンクとかメロコアとかできるんだよ。ハードロックとか。だけどね あのテルの歌い方ってバラードの歌い方なの歌物って言われてるんだけどあのねピンの歌唱系なのよ EXILE とかえっ、ー、と何て言えばいいんだろうテルはねロック向かない声なんだよあれあのねちょっとねカラオケうまいのと要はピンボーカルでうまいのとバンドのうまさって違うんだよライブハウスやってたからよくわかるんだよ ななんかかねえかなアメリカ人かアメリカ人何できるんだろうでそしたら PV 作ってくれるリスナーさんとか音楽関係者のリスナーさんとか曲かける人とかいるから音楽系はねリスナーさんあのー、強いんだよ、うん、直接言えって言,言っといて直接言えって。 ヤマトさんヤマトさんは PV 作れるね。ヤマさん、まあ、協力してくれると思うし、リスナーさんでいいと思うよ。曲作れる人いっぱいいるから。ヤマツさん、リスナーっていうよりも、あの人、あの、あれなんだよ。あの、なんつうの、テレビ局じゃないけど、配信者のネットテレビ局のなんか法人持ってるんだよ。ヤマさんって。その話、やばい。鮫島が最近、スチールスチールパンというものにハマってます。逃げてください。 えスチールパン何それスチールパンってスチールパン何それスチールパンスチールパンって何スチールパン何それえあ楽器できんのえっ鮫島さんメンバーでいいじゃんえいいじゃんいいじゃんいいじゃんなんか特殊な楽器あるみたいよこれ。 え、よくないサメジマさん打楽器で入ろうよ。え、サメジマさんいいじゃん。サメジマさんメンバーにいたらいいから、パーカッションで入ってほしいんだけど。え、え、楽器できんのあ、そうだ、サメジマさんってノーとかできるんだ。え、やろうよ、やろうよ、うん。できないのにやりたい。あ、いや、楽器やりましょうよ。え、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。 スリさんいいじゃんっていうかまた特殊な楽器にはまってるな <laughs> 特殊な楽器にはまってるな、うん、え普通にスタジオ入ろうよ楽しいよバンドあすごいこれドレミファソラシド出るんだすげえな <laughs> いや打楽器はうるさいっすよいや部屋の中で叩いたらこれ検察来るよ多分 えー、いやいいと思うこれあ電子バージョンもあるんだいや楽器楽しいよすげえコアな楽器見つけてきたなてかのんちゃん来なくねのんちゃん遅くねえか大丈夫か 大丈夫かのりこのりこに電話するわちょっと遅いよねおいあんころいらっしゃいのんちゃんどれくらいだった ?51 分もう30分経ってるもんねちょっと電話しようかちょっと不安だね あ、リスナーにアイテム強用するやつは伸びない。リスナーさんにアイテムを強用するのは絶対やったらダメ。あれうん。のんちゃん出ないな。大丈夫かな、うん、のりこ来るよ。のりこがいないと、だって Wi-Fi 契約できないもん。うん。あ、ね、ポンプうぜ。ポンプうぜ。 ポンプうずえわもうニコ生じゃねえんだからここワンワンそういうところだよそういうところだよふわっちで成果が出ないのそういうところだよリスナーさんをこうやってハト扱いさせてんのがダメなんだ でもまあヨッサンはレジェンドだから別にいいんじゃないのヨッサンが言っても別にひまわりは何とも言わないでしょカソなま主がね数少ない囲ってくれてるリスナーさんに花火投げろなんて言う権利なんかないんだよ上がるぐらい面白いね配信をやればいいんだよ あのね、アイテム投げる人の特徴じゃ、ワンワンに教えてあげるよ。アイテム投げる人って、アイテム投げるタイミング自分で決めたいから。でしょ花火投げるかどうかは自分で決めたい人たちだから。アイテム投げる人はみんなそうだよ。風船でも何でも。あの、配信者のタイミングでアイテム投げたくないんだよ。花火師さんはね、結構そういう人、多い。 自分のタイミングで投げたい自分の気分で投げたい当たり前だよね面白くないものには投げたくないんだ。 w i f i 遅いね心配だねまあそりゃそうでしょのんちゃん契約してくれるって前言ってたけどねあの払ってくれるのはお金渡してくれるのは私の名義で借りてもいいよって貸してあげるよってもしかしたらのんちゃんにお世話になるかもしれない っていううかもう腕が痛いて本当にこっから先が痛いの関節が痛いあの指の神経とかビリ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 するし関節がきしむボクシングダメだわ本当になんか体壊れるこれ手首がおかしいよ もんさん大丈夫かな？ 大丈夫だ既読ついたから LINE 既読ついた。 家に行ってサンドバッグ叩きたいんだよななんかテルがさサンドバッグ家に買ったらしくてサンドバッグっていくらで売ってんだろうあまあ俺の家じゃ無理か庭ねえもんな部屋の中でサンドバッグ叩いたらさすがに警察呼ばれるかいいよな一軒家サンドバッグ叩くの超気持ちいいよ叩いたことあるみんな カットするよすっげえ楽しい俺ミット打ちよりもサンドバッグの方が好きかもしれないな,なんか今日コメント止まったなみんな寝たのかな のりこでお腹いっぱいになっちゃったのかなドラム叩きたいな。 ありがとうゆうさんハート20個ありがとうのりこ待ちえっていうか今からドラム叩きに行かないどうのりこに車出してもらってドラム叩き行かない微妙最近ドラム叩いてないからさドラム叩きたいんだよね微妙かないやドラムいいよねドラムダメ 聞いてみようかな。そう電話かけてみていいやってるかどうか俺ねドラムも叩けるんだよねちょっと聞いてみるわ。 何時ぐらいまでやってますか。はい。今日はないですか。あ、わかりました。あのドラムの個人練習したいんですけれども。あの wifi が通ってる部屋を借りることってできますか。なんか wifi の通りがいい部屋と悪い部屋があって。 そスタジオの中で w i f i が通る部屋がいいんですけど通信があ1階でしたね1階の何番かは分かんなかったんですけど部屋の中で4階とかだとあのドア閉めちゃうと w i f i が通らなくなるんですよで確か1階の部屋だと w i f i 通りましたね 5時半ぐらいに、5時半か5時半の前になるとは思うんですけど、はい。えー、どうしようかな。2時間で後で1時間延長するということも可能なんですか ?2 時間押さえておいて。あ、じゃあとりあえず2時間、5時半から、朝の5時半から2時間で Wi-Fi の通る部屋で。はい。 はいはいあはいあ大丈夫ですでえっ、ー、となんだっけなでペンタ店であのペンタ何回か利用したんですけどカードを紛失しちゃったんですよあのデータで再発行とかするときって何持っていけばいいですか はい、重機カードの重機カードでもいいですかあわかりました了解ですじゃあよろしくお願いしますそうですそうです1時間後でお願いしますはい失礼します 予約取れた、うん、大丈夫？大丈夫フラフラじゃん。運転もう無理運転させない方がいいな。歩いていくわ、俺。寝てな寝てなフラフラじゃん。車ちゃんと止められたの フフラフラだわのり子歩いていくわ俺歩いていくじゃあこれからスタジオ行くわたかし184あれ起動してないななんでだろうあれなんで184つ,ついてない何でゆうさんごめんねなんでだろうえなんで184聞いてないんだ ちょっと待ってごめんねなんかバグ出てるねあれ設定しちゃうんだけどなコメントあおお大数字出てねえわごめん今設定し直しておく大きい数字追加されてない今あごめんごめんいやい消しといてごめんね言うあの半角数字しか書いてなかったわ今設定したからもう大丈夫いやのんちゃんオーバードーズだわのんちゃん大丈夫もう寝な うん、ダメだフラフラうん半角も全角も両方 OK タカシ知ってるよタカシ知ってる、うん、名前聞いたことあるね、うん、名前聞いたことあるじゃあ今からスタジオ行こうかスタジオのりこも連れてこうと思ったけど無理だわこれフラフラ アイテム飛ばしたらフォローされたああそういう人いるんだね、うん、要はハイエナだよハイエナ要はアイテムしアイテム投げてくれる人をフォローする配信者とかいるのいるの花火師さんとかをこの要は自分の放送に持ってきたくて、うん、なんでそういうことするんだろうねまあまあ俺はもうほっとくしかないけどさ300人見てるわけだから 投げなくてもフォローする人もいる。他の人に投げてたら。そう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 。要は俺に投げててチェックしてんのよ。この人アイテム投げる人だって。いるよ。だからそれが嫌になるって匿名で投げる人がいるの。ステアカとかで。そう。要はハイエナって呼んでんだけど俺は。要はもう貼ってるのよ。いろんな大手配信者のところに。アイテム師さん、花火さんとか。くだらないよな。 自分の力でね面白い配信やってたら花火上がるのにさうんダメだよねそういうのそう絡んだこともないのに嫌だよねないよね昔からだよふわっちはそれでさ花火師さんとかのテンション下がるってさうん 俺からするとやめてもらいたいよねまあだからそういう根性だから過疎なんだろうなそういう根性だからいや結構それは昔から問題だよ昔から問題俺は配信者なら堂々とやるだから俺は フォローバックとかやってたんだけどもう格好悪すぎると思ってだから誰もフォローしないよってごめんねってフォローバックしてほしい人がいるけどそう誤解がないように俺はリスナーさんにコンテンツしゃべりとか見せるからってそれに対する対価で面白かったら投げてっていう,そう身の丈を超えるアイテムはダメだからって配信者潰されるから実力があって花火投げられまくってんだったら俺はありだと思うんだけどよっさんとかさ 全然稼いでいいでと思うのだけどそのなんつーの身の丈に合ってないで金だけ稼ぎたいっていうやつは配信者ですらないと思ってるからそう思わねえまずコンテンツ先に作れよっていううんものを作れよっていうのが俺の考え方だねそれができて初めて配信者たんだからな 何のドラム叩こうかな何のドラム叩こう間違いないよね もしかしたらさ今からスタジオに移動するんだけど本当に申し訳ないんだけどパソコンがあの通信が噛み合わない時があるのたまに放送ができない時そしたら YouTube にアップするけど OK 放送できなかったらごめんねなんかね放送が噛み合わない時あるのよなんでか知んないけどそしたらあの多分枠開いてもプツプツになって切れちゃうからその時は察して一応ドラム叩きに行くけど今から ドラマ配信みんな見たことないでしょお,おはようさつきさんうその時はごめんねうんギター配信は閲覧落ちるんだけどねドラマ配信は閲覧下がらないんだよねドラマは見てて楽しいらしいよ じゃあちょっとのんちゃんの車多分出してもらえないか歩いて移動しないといけないかそろそろ配信切るわ、えー、皆さんありがとうございました5時半ぐらいから多分生放送でドラマ配信やるんでもしよかったら見に来てくださいたくさんのアイテムありがとうございましたでじゃあ皆さんフォローしてくださいお疲れ様です